とうございました。終わりますか、はい、ありがとうございましたって、はい、はい、皆さんやってきました第9回大人の社会科見学。おこれは何かというとアップバンクストアで開催されるいろんな会社の人を招きしてですね、いろんな商売とかお仕事について学んでいこうという会なんですが、いろいろやってきましたと、まあ、楽しかったですと、うん、だから今回は特別会です。やばい、もうパネルディスカッション的な形式、もうディスカッションでいきます。今まではアップバンクの人がいて、その道のプロがいて、それぞれプレゼンするという形式だったんですけども、はい、今回はこの重要なお三方を呼んでですね、やっていきます。テーマはですね、後で自己紹介してもらうんで、テーマはですね、はい、動画、インターネットの動画について。すごいですよ、ここに業界があると言ってもいいのかな。ある。この3人がこの3人がいなくなったら動画業界はもうね9割方こっちはそうです。ここは違います。隕石が落ちたと同じくらいコロニー落とす級です。コロニーやばいよ、もうやばい。そのくらいビッグな3人を用意したので、まあ順番に自己紹介していただきましょう。はい、ではヒゲさんから。はい、わかりました。はい、あっちのカメラでよろしいんでしょうか。はい、お世話になっております、ガジョ通信のヒゲ親父でございます。コミュニティ番号7201、生主やっておりますのでよろしくお願いします。で普段はニコニコを背負って、そうですよ、あの7書きますね、今上、はい、CO7201 です。皆さんよろしくお願いします。すげー、はい、で、すげーで普段はこういうところ発展して番組の制作なんかをさせていただいております。よろしくお願いします。動画を制作する人なんですよ。制作なんですよね。ただちょっと人手が足りなかったりとか、はい、多分なんかいろいろあって出たりとか、出たりとか123時間の中でやったり何十時間やったりとか、ね、はい、っていう感じです。はい、はい、あ、ちょっとあの補足するとコロチャーコロチャーってコメントが来てるんですけども、それにはまあいろいろあって相性だと思います。はい、あ、そうですね、僕の、はい、相性だと思ってもしよかったら皆さん書いていただければと思いますので、はい、お願いします。はい、じゃあ次鎌田さんです。さっきから上でこうみんな遊びまくってますねやりづらい。鎌田さんも言いたいことがあったら言ってください。鎌田さんお願いします。僕あのどこ見て話すの大丈夫ですか。あ、どうも初めまして、ウームの鎌田と申します。お、人生で初めて生放送を。村井先生、鎌田さんのことプレゼンしてやってください。もうね、何を隠そう、ヒカキンさんしかり、はじめ社長しかり、瀬戸康史さんしかり、その他、今もう1000人ぐらい結局行っちゃったんですか。まあまあ800から1000の間ぐらい。800から1000その動画クリエイターと呼ばれる、ね、YouTuber、まあ、YouTuber を中心として800人から1000人をマネジメントするあの UM という会社の社長でございます。すげー、やべえ、あら、じゃあ今鎌田さんがこうなんてヒットマンにやられたらやばいっていう。いや、多分大丈夫です。そんなことないんじゃないですか。超今緊張してるんですよちょっとあの大したこと言えないかもしれないんですけど、許してもらいたいなと思って。だんだん徐々に徐々に本当に初めてなので。でもこのちなみにそのウームっていう会社自体はまだできてそんなに長くないですよね。できて1年半経ったぐらいですね。短い。1年半でその800人からその1000人っていう動画クリエイターをマネジメント管理するとかっていうのはもう大変なことじゃないですか。そうないですよね。動画クリエイター以外で会社自体にマネジメントというかそういうその人材仕事をする人サポートをするこっちの組織側でいうと何人ぐらいいらっしゃるんですか。はやっと今50人を超えたぐらい。でも多分1年前とかだと多分 7,8 人とかだったので。なるほど。ちょっと一気に増やした感じ。大変ですよね。だっていやすごいですよ、天才経営者ってやつですよ。はい、いやいやいや、ね、だって動画クリエイターなんてね、はい、あ、どうぞ。あ、どうぞ。動画クリエイターなんてね、本当にもう一般常識ないような人たくさんいるじゃないですか。まあいろ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 です。子供に諭すようにね、こう、はい、とかもあるのかなとか思いつつ、はい、大変ですよね。へえ、うん、なんかあったんですか。あ、なんか言おうとしてたことが。いや、なんか私がイメージするその、はい、ウームさん、動画クリエイターのなんかこうマネジメント事務所みたいな、うん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 、なんかのが私の中のウームさんなんですよ、はい、で例えばですけど吉本さんとか、うん、いろんなその従来その芸能プロダクションみたいなことを言うような会社たくさんあるわけじゃないですか、うんうんうん、で多分マネージャーさんとかね、すごい売れっ子の芸人さんとかだったらもう1対1とかでついてる場合ってあると思うんですよ。ヒカキンさんとかもきっと1対1とかでマネージャーさん下手したら2対1とかでついてますよね。そうですね、まあ、ヒカキンクラスというかヒカキンクラスぐらいになるとどうしてもこう稼働が捉えたりするのでありますけど、まあ、そこは人それぞれだったりとか、ね、多分あとはなんか
50人で1人見てるとかそういう場合も含めてって感じである感じですよね。まあ、今やっぱりこうある程度システムの部分で、はい、補える部分もやっとこうできてきたのでそういう人たちもこいますし、いやいや別になんか私があごめんなさい、なんか私がイメージしてる感じだとその1000人の動画クリエイターって言ったとしてもなんか変な話なんかもう流し入れてて動画で飯を食えてるみたいなことに至っていない動画クリエイターというか、はい、研究生というような人たちとか多分すさまじい数いるだろうなと思っていて、はい、そこに対してそのヒカキンさんとかそういう瀬戸康史さんとかはじめ社長とかいるとはいえマネジメントで50人の体制っていうのはうんすげえなと思いますよ。いや本当すごい。とてもない日本で一番褒めてもらってありがたいですね。いやめっちゃ褒め、めっちゃベトモメです、うん、50人もがその動画クリエイターのマネジメントサポートに重視してる会社って日本では多分ないと思うので。それないでしょ。そうですよ ね、 ねまず800人抱えてないから。そうですよね。そうですね。本当すごいなっていう。何よりもその今までのこうフォーマットが通じない世界じゃないですか。まだ始まったばっかりの業界なので、うん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 、だからこう手探り感もすごいっていうカロリーも大変だと思うんですよね。まあ、でもそういう意味では僕ももともとマネジメントやってたかっていうとやってなかったので、うん、だからクリエイターさんも多分一緒になってこう成長してくれるっていうところで、まあ、逆にお世話になってるというかクリエイターさんに迷惑かけることもありますけど、まあ、多分一緒になってこうやっていきましょうっていうところだから、はい、ちょっと待ってもう1問目の答えが言い始まってる。あ、いたいたいた。このウームさんの話はここまで。はい、まだ自己紹介だと、はい、そう自己紹介です、はい、こんなすごい会社の社長が来たということ。いや素晴らしい。じゃあ最後に赤い服を着たおじさんにお願いします。扱いがもう皆さんはじめまして。石川県出身、1981年12月11日生まれ、33歳、マックス村井でございます。先日までは、社長なんだけどゲームをやってるおじさんだったんですけれども、ここ2週間ぐらいですね、ただゲームをやってるおっさんになりました。ゲームが好きなおじさん。動画とかに出てる。動画とかに出てるおじさん。よくツイッターとかでエゴサーチしてると、はい、マックスぐらい社長辞めたら価値ないじゃん。そんなことないです。ただのゲームだけしてるおっさんじゃんとか言われてる。それでも、なんだかんだすごい頑張っております。はい、本日はよろしくお願いします。元社長も含めてもしなくて社長は社長社長と社長僕全然平です。平どころかもうただフリーですから本当に。はい、すごい。ヒゲ親父。ただヒゲ親父です。ただのひげをです、はい、いやなんで、まあ、そんなこんなで優しくしてください。今日は動画業界について話していくんですけど3部構成です。ほう、はい、1つ目は、まあ、みんな動画を見てるってところで、はい、今の動画ってなんで面白いのかなってこととかこっからどう面白くなっていくのかってその動画そのものの話をした方がいいなとか活躍する人の話をした方がいいな。これ1個目。2個目は動画でご飯食べれるのかなっていう。これやっぱ社長が来てるんですしもう一線の人たちがいるんだから、はい、こいつら全然マジ食えないし、あいつ全然食えてないっすよとか、なんかそういう話とか。あ、なるほど、わかりました、うん、あとはビジネスってこうだからねとか、はい、そんな話で、最後がこの業界全体はどうなったらいいか、未来を適当に語る、はい、マックスの前に1億円積む会社が生まれなくちゃいけないとか、そういう話、夢を語ろうっていう感じでいきたいと思って、はいはいはい、で、はい、つどつどで話がなんかうまくつながんねえなと思ったら皆さんも質問を入れていきますので、まあそんな感じでいきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。よかったら乾杯でもしませんか。あ、もうすっげーガッめっちゃ飲んじゃいました。乾杯。このヒゲさんが買ってくれたマックスの美味しいサイダー今アップバンクスターで200円で売ってます、うん、美味しい。ありがとうございます。マックス村井の美味しいサイダー。美味しいサイダー。愛されて10万本突破。おお、すごい。20万本。すごいですね。あのアップバンクストアでしか売ってないのに20万本。ちなみに第2弾のマミルトンスパークリングはもっと売れてる。30か25か。マックスの美味しいサイダーはマミルトンスパークリングに抜かれた。でもそれだけ好評だってことですよね。すげえ。でも これ結構好きかな。いや、これ美味しい。すごいすっきりしますね。普通の味だねって言われます。なんで自分からそこ自分で言っちゃうんですね。やるから20万とかやって止まっちゃうんでしょ。だからもっと美味しいって言えばいいの。結構違う味にしたんだけど。うん、はい、これも動画で飯を食う手段の一つです、ね、あ、なるほど。皆さん20万本で200円って言ったらそれで4000万ですか。4000万、4000万のマックスフライ4000万のとこ。何でどうや
ね、ここってでもマミウトさんの方がすごいですよね。あ、6000万やばい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 、マミウトの方が強いやばいね、埼玉だけでやばい、やばい、何が起きてる、どうしたら1億だちょうどなるほど、そっか、すごいな、そういう話をしていきたいと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう1個目からいきたいと思うんで、倉島くんドンしてください。ドン、今の動画って面白いのっていうことで、ちょっと3つくらいトピック書いたんですけれども、まあこういうことについて話していこうということで、はい、まああなたにとって以前インターネット動画ってどうだったっていう話と、今活躍してる人ってなんか違うのかなっていう、それは変わってきてると思うんですよ。でそれぞれの立場で今自分の周りはこう変わってきてるよって話をすると、ああこういうことなんだなってこと、みんな何やってるのかなってことが分かるよなってこととか、はい、あと聞きたいのはその上で今この人っていいよねって話とかをするといいかなってことと、うんうん、もっと言えるんだったらこうどうなったら面白くなるかなって話を適当に言っていきたいんですけれども、場を温める意味でマックス前さんから、はい、あ、いい返事、いいですよ、もう、はい、ありがたい、ありがたい、いや、良いですよ、はい、私ニコニコが2年ちょい、うん、YouTube が1年ともうちょっとで1年半、うん、だから嘘だ、ニコニコが2年半で YouTube が1年半ぐらいか、だから言っても動画業界私新参者でございまして、で、私自身でなんでこんな接してるのものすごいですね、すごいですね、これ、私自身は、はい、どちらかというとそのやれおい、これは入ってくるのかな、ワイプも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 はいらないでしょ、顔がでかい関係ないだろ、ワイプもはいらないでしょびっくりしたよ、欲張りっすね中条で本当にみんな話関係なくなっちゃったじゃないかまあね、なんか温めた温めた、もともと私自分自身でこう動画をやり始めるまでは、はい、お恥ずかしい話ヒカキンさんとかですら知らなかったんです。へえ、あ、インターネットの前にテレビはやってましたよね、あの地上波は結構出てました、うん、ね、そうですよね、お願いランキングとか革命テレビとか関西の方の番組、情報番組とか地上波はすごいたくさん出てたんですけど、そのニコニコで生放送だとかっていう時もまだ私そんなに YouTube とかも見なかったので知らなかったし、その私が見ていたインターネット動画っていうのはどっちかっていうと多分あんまりよろしくないアップロードされてるもの、あ、テレビ番組、初期のニコニコもそうでしたからねとか、いや、エロ動画っていう意味ではなくて本当に初期のニコニコ動画とか、なんかミュージカルのやつとか、なんか空耳系のやつとか、あとスーパープレイとかなんかそういうのじゃない、スーパープレイとかも多かった ね、うん、なので私が以前見ていた動画っていうのは誰がやこれが一体誰なのかとかは分からないんだけれども、なんか面白いって言ってみんなが盛り上がってる動画はすごく見ていた昔はね、はい、でここ1年とかもう本当ここ2年っていうと言い過ぎかな、まあここ1年かな、その誰だから見るっていうような風に自分は見方は変わった。へえ、だからヒカキンさんが新しい動画出してるから見ようとか、うんうんうん、赤髪のトモさんがだから見ようとか、その誰っていうのがすごい明確になったし具体的な人になったし、なんか私がこうイベントとかね、そういう仕事とかの現場で会うからとかっていう理由ではなく、自分が純粋にこうブラウザを通じてなんか面白いものないかなっていう時にこの人だから見るみたいな機会がこの1年ぐらいは本当に増えた。昔はそんなこと意識してなかった。この動画面白いよねからあの人のこの動画見たみたいな、なんかそういう感じになってきて、うん、それはなんか私の中でインターネットの動画に対する見方みたいなものが決定的に変わったなと思う。うん、ある意味昔みたいにつまみ食いしなくなった。うん、昔はもう誰がやってる動画とか関係ないから、うん、なんか流行ってたりなんか面白そうだったらもうひたすらダラダラ見てた、いろんなもの、はい、ただ最近はね、そういう風な時間の取り方をあんまりしなくなったなってのは思うな。うん、それは確かに俺もそうですね。ヒゲさんなんかありますか？だから1個目の質問に対しては私は以前と今どう変わったかで言うとそんな感じ、はい、見方が変わったってことですね。うんうん、そうですね、確かに今ね、多分これ見てるニコニコの人たちと分かると思うんですけど、僕動画見るときランキングしか見なくなりましたね。動画のランキングから、あ、そういう意味では、例えばそのクリエイターさんっていうところとはちょっとずれるんですけども、ランキングっていう一つの指標、それにのっとってなんかランキングをとりあえず1から100まで全部バーッと見て、なんか今のこう盛り上がってるところってここら辺なんだ、ふーんとか、
そういうのと、あと外部でなんかキュレーションしてくれるような、まあ、まとめサイトとかですよね。まとめサイトとかで流行ってるとか、うんうん、話題になったから見に行くとかっていう形になって、昔違ったんですよね。昔はニコ生とかってまだ500ぐらいしか枠なかったんですよ、うん、今3000だっけ、今5000でしたっけ、ユーザー生放送ってあったんですけど、その時は300だったら見て回れたんですよね、うん、あ、全部、うん、全部をその今やってる瞬間のもう5秒単位でもいいから見て、あ、はい、あ、女の子とか思いながら見たりとかって、そういうのを繰り返し見てたんですけど、そうだから僕も見方が変わったっていうのはすごい激しく同意ですね。今コメントできてる鎌田さんに聞きたいんですけど、はい、テレビ見なくなったっていう人がむちゃくちゃ増えたんだと思うんですよ。 その点についてもなんでなんだろうって話って言えますか？いや、なんかすごい真面目なことで言うと、やっぱりこうスマホが出てきて、多分2012年とかがすごいピークなんですよね、うん、iPhone が売れたりしてたのが。そこで多分もうそもそもテレビ見る人少なくなってきたし、僕会社作ったのは2013年なんですけど、やっぱその頃ってちょうど YouTube のチャンネルっていうものがちょっと徐々に盛り上げつくあって、で僕もなんかちょっと質問途中から奪っちゃってあれですけど、うん、僕もこう以前って YouTube 会社作る前全く見てなかったので、もう印象がこうハムスターの動画とか、まあ、そんな感じそんな感じそんな感じ赤ちゃんとかはだし、そう、まあ、そういうことテレビの天才とか、なんかそういうイメージしかなくって、うん、でそれこそこう、まあ、ウーム作るきっかけとなったヒカキンにこう教えてもらって、チャンネルって概念がありますみたいな。そっからだったんですか？そうです、全部教えてもらいました最初。え、それ何みたいなっていうところから YouTube、まあ、ネットで動画を見るってことがスタートしてるので、その前はそうですね、全く見てなかったですね。え、じゃあ逆に言うと、うん、またサニー聞いていきたいんですけど、動画の作り方っていうのがじゃあ変わったんじゃないのっていう、その見方が変わったら。あ、でもそれで言うとね、うん、YouTube のトップページとか、あのチャンネル登録っていう仕組み、うん、仕組みによるところはすごいでっかいと思うんですよ。私もともとニコニコから入って、ちょっと YouTube の話ばっかりになっちゃって恐縮なんですけど、あのやっぱり鎌田社長いるんで YouTube とか結構メインの話してもいいかなと思うんですけどね、うん、その私自身が1年半前にじゃあ YouTube でチャンネルを始めましょう、マックス村井チャンネルですって言った時に、その一番ここがキーだよみたいなことで教えられたのは、ヒカキンさんとかの動画のラスト30秒のチャンネル登録してねっていう、ああ、ありますよね。変な話、本編よりもそのチャンネル登録してね、また見てね、うん、あっちの方が重要ぐらい私は最初教えられたから、まあ、多分村井さんの場合なんじゃないかなっていうのを思いますけどね。この運営コメントからもお察しいただいたんで、まあ、あ、今日はニコニコの話じゃいいんだ。 YouTube ならニコニコさんくらいの気持ちで僕も進行します。で、はい、私の中でそのチャンネル登録してねみたいなことを、そのトッププレイヤーであるヒカキンさんとか、その YouTube で有名な人たちっていうのがガンガンそのチャンネル登録してねっていうのは絶対入れるわけじゃないですか、はい、で登録をすることによってもうユーザーがこう受け取る動画自体がかなりそこからもう選ばれて表示されるよね。YouTube の仕様というか仕組みの問題で。ああ、そうですね。もうそうなるとやっぱりね、一定の人をもう集中的に見るみたいな方向にどんどんなり、かつ そればっかり見てるから会話がそればっかりになって、またそこに人が集まってきて、それでやっぱりあのヒカキンさんみたいな化け物ができたと思うんですよね。ヒカキンさんだって化け物でしょあれ。今鎌田さんでもそれは村井さんだからですよって一瞬言いかけてましたよ。まあ、多分その何をもってこうチャンネルやるかっていうので、もちろんこう本編の動画が面白くないと仕方ない。もちろんもちろん。だそれがある前提で、あと足りてないというか、スタートするときにそれがあるともっといいですよっていう意味だと思うんで、やっぱりそうは言ってもこうチャンネルというか動画自体の面白さっていうのは多分根底にあると思いますけどね。で多分僕らで言っても それこそ登録してるから見に来るっていうのは、細かく比率とかもちろん言えないですけど、そんなに多いかっていうと、登録してるとこう概要欄とか出るじゃないですか横に、はいはい、けどなんかあれでプッシュ通知を毎日受け取ってる人とかってやっぱ少ないと思いますし、うん、プッシュ通知とかあるんですか？あるんですよ。ありますよ設定。チャンネル登録してユーザーアカウントの方からなんか更新があったら受け取るみたいな、受け取るみたいな、うん、そんな機能あるの？あるんですよ。まあデフォルトオフですよね確か、うん、なんでぜひぜひそれね使うといいと思います。機械損失してたんじゃないですか？でも村井さんめちゃめちゃ集まってんじゃないですかね、人をチャンネルにガーってでやってるじゃないですか。チャンネル登録やってます、やってます。だから今意味があるし効果もあるんじゃないですか。だから実際効果あると思います。
うん、でも結構ツイッターからとかの方が多くないですか、入ってくる。あ、私ね流入元見てないっす。ああ、インターネットの基本情報マーケティングがあるんじゃないですか。あ、そういうこと。私ねマックス村井チャンネルね、そうか、流入元私一切見てない1年半。そうなんですか。自分昔アップバンクやってた時いっぱい、アップバンクの時はそうだよ、流入元だよ、一緒に見てたじゃん、うん、そういうの。いや、なんかだって私、自分が動画やるとき見てるとこって、うん、結構関係者の人とかに言うんですけど、視聴者維持率しか見ないもん。あ、うん、あの YouTube って誰が何分何秒まで見ましたよ、うん、どこでページ消しましたよとかっていうのが動画個別で解析で見れるんですよ、はい、うん、アナリティクスですね。そうですね、アナリティクスで全員共通の誰しもが見れる機能、使える機能としてあるんですよ。で、私基本そこしか見てないから、あ、どうやってみんなに最後まで動画を見てもらおうかっていうことしか、うん、だからやっぱコンテンツを作る側の人なんで、とことん、うんうん、多分こうそこだけが一番ポイントになってくるっていうのは、忘れてただけなんじゃない。あ、でもその YouTube のアナリティクスでリファラーとか見れるのってあるんだと思って。ありますあります、知らなかった。見て公開すれば、今村井の流入元はこうだっつって。逆に言うと村井に行くそうですか。はい、そうですね。いや、すごい、ある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 。な、今見つけたみたいな言い方になってますか。本当あります。え、でもこれ鎌田さん、私こんな感じです。ああ、あれですよ、これが家内の割合を占めてるってことですね。こ出てくる。説明しづらいな、これ本当に。もう中条にダメだ、見ちゃう本当に。これはね、言ってはいけない数字だ。そう、はい、あとね、村井さんみたいなその男女比とかね、コメントありますけど、エンベッドサイズダイバーするやつですね。よく言いますもんね、ネタとして。あ、やっぱりマックス村井だからちょっと結構乗ってんだって、ある構成比だ、ね、でも逆に言うと、じゃあ村井さんを目指したいって人は別にそんな数字なんか関係ない、面白いものを作ろうっていう風に考えていただければクリエイターとして成功する可能性がある。なんかあの、あんまり触れちゃダメですけど、いや私も終始一貫して1年半それでやってて、うん、以前あの某地上波で、うん、私がちょっと下打ちでっていろいろあった時とかも、あの、そういうことをするとみんながブラウザを閉じちゃうから、あの、見てもらえなくなるよと、うん、その下打ちに限らず、なんかいろんなシーンでやっぱり見てて、スマホとかで見てて不快な気持ちを感じて、もうなんだよ気分悪いな、見るのやめるっていうのが起こると、もうそれだけでなんか次の動画とか見てもらえなくなると思うし、なんかそういうその視聴者維持率とかっていうのはね、見ると何をするとここでみんなが見なくなるとかっていうのが分かるから。そうですね、私はそれをもう極力やらないように、やらないように、自分の癖とか性格とかも、性格は治んないけど、なんか良くない癖とかもそれで直しって言ったしね、その瞬間に、そのガクンと落ちる瞬間に、私は一体何をしてるんだとか見て、あ、これは確かに感じ悪いなとか、そういうのを私はずっと直してますよ、1年半。俺知ってたと思う。そう、箸の持ち方は結構周り直してる人多いっすよ。あのね、箸の持ち方はね、直そうと思ってもね、直らないんですよ、私。いやー、1年かかります。もうね、無理、箸は。あるんですよ、そのお箸を矯正するっていう。買ったんですよ。買った、使ったらいいんですよ。もうね、無理。本当ですか、1年かけたら僕直しましたよ、それで。ヒゲさん、その動画の作り方とかって変わってきたなって話して、結構長いじゃないですか。クオリティー要求が。あと、動画の話も全然言ってない。あ、もちろん、もちろん。クオリティの要求は高まってますよね、やっぱり。そうなんだ。まあ、見る側のですよね。そうです、見る側の。で、そうするとやっぱりあの前こういうすごい映像があったんだから、今度こういう映像は最低条件みたいな、どんどん要求精度が上がってきてる感じがあるので、なるべくそれを下げようと頑張ってます。はい、それ気持ち上がる、はい、気持ち上がる、はい、なんであの許される範囲で割とゆるくは作ってるんですけど、ただ村井さんとかってガチでやるじゃないですか。いや、でも私はですね、はい、勝たないとダメの時は勝ちに行くんですよ、絶対。どんながむしゃらになったの、めちゃくちゃかっこいい。その隙間隙間に、気持ちいい負け方はやろうと思ってるんですよ。あの、負けた時に気持ちよく見てもらえるようにみたいなことは意識は持ってますよ。だからその勝ち癖だけつけちゃうと、はい、特にインターネットで生放送でみたいな話だと、はい、その都合よく勝てるわけ、勝つことばっかりがね、ありえないですから、続くなんてありえないし、私もいつか負けると思うし、はい、でその絶対勝たないとダメなシーンはもう勝たないとダメですよ、はい、負けたらね、あのツイッターとかでも大変なことになるし、なんか大騒ぎになっちゃうんで、これみんな気になると思うんですけど、どうして勝たないといけないって勝てるんですか。分かんないですよ、そんな人事を尽くして天命を勝つみたいな話。今のなんか質問ってどういう答えを求めるか、みんな気になるような喋り方。いや、だって
よくわかんないけど勝つんだもんそれ。まあそこが持ってる人と持ってない人ってそうですね。だからそれ以外よ、負けてもいい時に気持ちよく負ける、うん、見てる人に、見てくれてる人に対してもなんか気持ちよくなんか負けてるなマックスみたいなものをもう見てもらうみたいなことは気使ってますよ。だから結構私番組で、はい、そのイベントの山と谷とか当然あるじゃないですか、はい、メリハリはつけてますよ。あそうじゃないと続かないと思うから。本当そう、ずっと全力疾走できないですからね、うん、前回よりも面白い勝ち方、はい、前回よりも面白い勝ち方って死にますからね。そうなんですよ。僕昔生主やってた時、まあ今もやってるんですよ、一応コミュニティあるんですけど、割とあの雑談系の生主寄りだったんですよ。だからこう無茶しようが割と正しくて、ニコ生初っていうのをみんなでこう誰が先にやるか、東京タワーの一番上からニコ生するぞとか、ユーザーさんが勝手にやってたんですよ。で僕も空飛びながらニコ生やってみたりとかやってたんですけど、なんかスカイダイビングしながらとか、ですね、あの時はなんかプロペラでっかいなんか扇風機みたいなのに乗ってふわーんって上がるみたいな機械あるじゃないですか、海岸沿いとかで海でで千葉の方まで行って繋がるかなと思って、その頃まあスマホがあったんで、スマホアプリで飛びながらカクカクだったんですけど何とかやったりとか、うわどうだと思ったら今度水の中でやる人とかいた出てきたりとか、そういうのがあった結果、まあ、そういう健全な方向で切磋琢磨するのは良いでしょう。反対側、要は悪目立ちすれば有名になれるっていう方向もあるんですよ。コンビニに爆竹投げ込んだりとか、どっかに入浴剤入れたりとか、つまようじ入れたりとか、もう本当ね勘弁してくれみたいなのがたくさんあるんですけど、それも結局でもチキンレースなんですよね。あいつはあそこまでやったぞ、じゃあ次に有名になるんだったら、じゃあもう犯罪を犯すしかないやみたいな、ね、無免許で運転したやつもいましたし、ね、そういうのとかがあると最終的に死ぬしかないんですよね、そういうのも。っていうのがあって、エクストリーム路線は僕は階段を降りました。まったりゆったり。どっちもダメなんだ、やりすぎは。求められててなっちゃうから。多分村井さんはもう番組中に勝ったって言いながら死ぬのが多分最後なんですよ。あのラオウですよ、ラオウ。我が生涯に一片の悔いなしって言って倒れるのが最後になるんで、だから僕にはでもそれできないです。多分いや死なないです。メリハリつけながらやってるつもりです。本当そうですよ、うん、横で見てて、もう早く負けりゃいいのにって毎回言って出しますから、ね、ああでもあそれありがたい一言ですよね。そうですね、いやプレッシャー半端ないと思う。だからよくいつも続けられるなっていうのは。で鎌田さんこの話、うん、ちょ次の質問の前に鎌田さん聞きたいと思います、はい、だからそのエクストリーム路線に行っちゃいますよね、はい、皆さん800人も抱えてたら確かに昨日より今日ってなっちゃう。それ思う。私が今の新米クリエイターだったら、はじめ社長より悪ふざけしてに目立ってやろうって思う。そうですよね、川田社長に一目置いてほしい。社長悪ふざけだって言い方はやめたまえ。いい意味で、まあ、あれは悪ふざけだと思います。言っちゃった。ただまあそれを踏まえても見てもらえるような努力は絶対やっているので、うん、だ単に悪ふざけではもちろん終わらないと思いますし、うん、あとなんかこう僕思うのはエクストリーム系も含めてですけど、なんかネットだからやっていいことと悪いことって別にネットだからっていう文脈もないと思っているので、はい、だそれを逆に言うとその視聴者側の方がなんか逆にこう気軽に言えちゃってるんじゃないですかね、お前明日あれやれよみたいな、うん、結構プロレスなんだろうなと思ってるんですよね。ただプロレスも一時期、僕ごめんなさいプロレス好きなんで調べちゃいますけど、はい、あの最初の方っていわゆるストロングスタイルとかだったのがだんだんガチにガチに持ってったりとか、技もどんどん派手に派手にで結果的に怪我したり下手すれば事故で亡くなったりみたいなのがあったりするので、そこを どういうふうにハンドリングするんですか。なるほどね。それこそそのエクストリーム路線自体はもうやめた方がいいんじゃないみたいなことを鎌田さん自身考えてるのか。いやでもクリエイター個々にも、はい、あの分かっていますよ、そこら辺は。まあこれを続けてても先が、あと逆にそればっか続けてても今度また視聴者が、そうですね、こう違うんだよなって言い始める時もありますし、最終的に大仁田プロレスになっちゃいますからね、うん、あとこう違うのは多分どの文脈でこう動画作ってるかっていうのは結構違うんじゃないかなと思いますよね。と言いますと視聴者のためもちろんだと思いますけど、はい、自分がこれをやりたいからやるっていうこともありますし、あそっか、はじめさんそんな感じですよね。だ一概にこうこれをやったらウケるからやりましょうっていうのもありますけど、はい、本当によくわからないこと言ってるけどこの人が楽しそうにやってるんだったらそれでいいじゃないって視聴者が受け入れてくれることもあると思うんで、それでバランス取るってもいいかもしれないですね、うん、だ結構村井さんがこう最初パズドラで、まあ、有名っていう言い方はあれですけど、でもいろんなことやるじゃないですか、それこそ調子に行ったりとか。そうですね、もう今では全く関係のないいろんなこと、はい、でもあれってやっぱ村井さんがやるから
こう別にゲームやってなくても見たいしみたいな風に多分視聴者も分かってくれるのは分かってくれると思うんで。そうですよね。最初の方たちが村井さん YouTube だってあれですよね。ずっとお昼ご飯食べてる動画上げてましたよね。私ニコニコで上げてた。ニコニコでとんかつを上げるだけの動画がすごい好きで。別に村井さんが上げたわけじゃないですよね。そういうあの誰かが、はい、投稿した動画があって、とんかつを肉をこうやってフェチフェチフェチって叩いて、はい、シュッて入れてっていうのをずっとこうやってカメラでありましたね。確かにね。あれなんてタイトルだっけ。なんかね、あれね、多分著作権的にいろいろダメな音源とかも使ってると思うんで。ああ、なるほど。まあ、あんまり言いづらいんだけど。探してください、ね、今日のなんとかみたいな。そう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 。あすげえ、明日のためのなんとか。あそう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 、分かんない。はい、まあ、じゃあやめてください。まあ、ここまで。まあ、私大好きで。食べ物動画好きなんですか、じゃあ。見るのは好きです。ほうほうほう。私、あとね、食レポとかよく言うじゃないですか。はい、テレビ見ても、その地上波でもその、物を美味しそうに食べる芸能人でどうのこうのとかってそういう構図ありますよね、はい、私実はね、人が食べてる姿よりもその料理を摂写してじっと見続けるみたいな方が好きなんですよ。プルプルしてるやつ。そう、なんかプルプルしてるのとかをこうやってずっと見て、しずる感がとんかつのこのなんかいろんな角度から見るとか。それで食レポするやんか。私あ、そうですね。こうやってその牛丼食べてるだけじゃなくても、おいしそう食べてないの。カメラでガーンって寄せて。だからなんかの孤独のグルメとか、うん、なんか割とこうポッパって上から映して、あとはもぐもぐ食べるだけとか、はい、なんかあれもまだやりすぎなんですけど、はい、もっとご飯にフォーカスするみたいな方が私好きだったりして、はい、で自分でその YouTube のチャンネルで最初の方にそういうことやろうと思ったのは、なんか自分でも編集したらああいうのうまくできるかなと思ってやってみたくてやってたんですよ。ああ。へえ。で上げてた。でも数字良かったですよね。バーガーキング。バーガーキング。それでよかったなんか、いや、結構再生すごかったじゃないですか。結構なんか、なんだかんだいろいろ見られてる気はします。すごい、だって端的にまとめると、だって30過ぎたおっさんがお昼ご飯をもぐもぐ食べてるだけっていう動画が何万再生ってことだったってわけじゃないですか。そうですね、はい、っていうので、結構でも食べてる動画って僕、割と需要あるのかなと思ってるんですよ。食べてうちの高橋君はそっち経験あるし。そうですね。ああ、そうそうそう。でも人にもよってね、食べてるとか違うよ。高橋君はさ、自分が食べてるのこっちから自分を映すじゃん、うん、食べてる時を、うん、私がバーガーキング食べた時はここで映したから、うん、なんかバーガーキング付けのように置くんだけど、食べてる時映ってないんだよね。空の皿がここからカメラでこうやって映してたから、あ、食べますって言ったら消えて、食べますって言ってもう置いて食べて。何なのそれ、ね、すげえうまい。いやだから、だから私の目線と全く同じ、はい、多分食べてる動画っていうのは僕一定その需要はあると思って。だって木下さんっていらっしゃるじゃないですか。そうですね。わ、食べますね。あなた毎日食べてんじゃないですか。めっちゃ食べてますね、はい、いやもう単純に僕もすごかったなと思うのが、はい、こう今日どれぐらい食べるのって聞くときに、こう何杯っていうのはまあ分かるじゃないですか。分かるんです。そう、何キロって返された時には、あ、食べ物ってキロでカウントするんだねみたいな。前に一回番組に出ていただいた時に、どのぐらい食べられるかを知りたいので、牛丼とかご用意した場合どのぐらい用意したらいいんですかねって聞いたら、4キロまでは大丈夫って言われて、いや4キロって逆に何杯分なんだろうどうやってオーダーすればいいんだ。いや本当に2から4キロぐらいの間で、それが毎日、まあ、食べようと思えば毎日ですね。お腹いっぱい食べるんだったらそのぐらいは食べたいっていう。毎食じゃないですよね。いやでもお腹いっぱいになるのそのぐらい。食べない時は食べないで生きていけるんですよね。我慢はできるそうです。でも我慢してるそうです。1人前でも全然いいんですよ、我慢しますっておっしゃり方だったんです。でそれこそこう、まあ一人で撮影する時もありますけど、はい、僕らついていって一緒に撮影しましょうみたいな時に、こうじゃあ連続で行くぞみたいな、はい、最初寿司200貫食って何言ってんのか、ちょっと休憩した後にわんこそば400杯みたいな。すげえ。動画ちゃんとありますけど、はい、いや才能っすよね、それも才能ですね。で何がいいんだろうなっていうのを僕考えてて、はい、1人あのユーザーさんから聞いたんですよ。あのニコ生でもやっぱ深夜とかに深夜夜食を食べてるだけっていうのがえらい数字多いんですね。でそれをずっと見ているっていう女性の方がいたんですよ、はい、で何がいいんですかって聞いたら、食欲が増すらしいんですよね。食べてる人の絵を見てるのとお腹が空いてくるから自分も食べれると。であんまり食が太くないので、それを見て、でそれを見てると自分も食欲が湧くからご飯食べれるようになりましたっていう。ただ一個だけオーダーがあって、なるべく汚く食べてほしいって言われて、汚い、これは闇が深いぞってちょっと思い出したんですけど、闇深いですね、はい、だから汚いおっさんが汚く食ってるのが一番好きって言い出して、これ汚いなんですかね、癒しなんですかね。すごいねそれって。そこからは分かるんですけど、ありましたよね、なんかひたすら食べてる人みたいな。あ、そうです、動画をまた見続けるみたいな、はい、
ど、食費だけがとにかくかさむっていう。あ、それだ、そうかそうか。そうか、そうか。ちょっと脱線しました、ごめんなさい。じゃあ3つあった質問のうち、多分1個目の質問について話しただけで、2個目と3個目の質問を忘れちゃいました。どんな質問だっけ。2個目いけば大丈夫、2個目覚えてるから。何、今この動画をやってる人っていうのは面白いんじゃねえのとか、あ、なんかこの人気になる、要注目、うん、要注目、こいつに注目してくれて、今売り出し中の方でもいいんですけど、あ、俺そういう言い方ってなんか話できますって。俺最近よく喋っちゃってるんで、なんかもうバレてるかもしれないですけど、はい、あのメガンテ中村さんっていう人がいるんですよ。どんな人ですか、メガンテ中村。顔を真っ白に塗って、うん、なんかあのダメよダメ、いやじゃないです、あの世紀末なんですよ。デーモン閣下みたいな顔してて、でメガンテ中村だって言うんすよ、言うんすよ、言うんすけど、普段何やってるんですかって言ったら、いや子供と2人でマイクでやってますって。どんな動画上げてるんですか。メガンテさんは本当だから、かなんか子供と一緒にマイトワーク、ウームネットワーク、あ、まあまあそうです、一緒にお仕事させていただいたんですけど、この人は面白かったですね、僕の中で今一番お気に入りです、僕の。はい、ね、だギャップっていうのも確かにコメントあるんですけど、うん、やってるのはでもゲームとかなんですよ。マイクラやったりとか、あの子供と一緒になんか料理作ってみたりとか、そういう感じの。子供さんも出るんですか。子供も出てますね、はい、動画上では。すっごい同じノリで、一回でも真似してましたっけ、お父さんの真似して、お父さんのこと大好きで、子供も、だからものすごいこうなんすかね、最初のインパクトは悪強いのに、うん、やってることがすごいいい人で、で喋り方もすごいあの丁寧だし、うん、もう大好きなんですよ。これはすごいな。これなかなか僕の中で今つい、あの誰かいますか、誰かなんか一緒に出したい人いますかって、メガンテさんって人がいるんですけどって話をして。これはすごいっす。最近押していただいてます。最近カモノさんとも売り出し中なんですか。いや僕最近誰かいます、でもメガンテ中村、メガンテ中村さん、はい、どうなんですか、鎌田さん的にどうなんですか、ウーム的にどうなんですか。僕はあのよく説明会をするんですよね、はい、それこそ、ウームネットワークに行ってこういうものだよっていうのを、まあ、最近で言うとこうオフィスに来ていただいてお話ししたりするんですけども、はい、僕もそこで初めてメガンテ中村さんと会うわけですけど、でうちの会社も別にそんな何個も会議室があるわけじゃなくて、はい、ガンってこう動画にも出てますけどしてるところに、こう従業員がこう土曜日で働いてるんですけど、はい、そこにこう一人ずつ、じゃあ自己紹介でって言って、こう YouTuber と呼ばれる方たちにこうマイク渡してた時に、メガンテさんにマイクが渡った時、わーみたいな、ってことですよね。もう従業員全員ピタンみたいな。あの時のインパクトって一番やばかったですね。塗ってるんですか。塗って、で僕も思わず聞くんですよね、それどこから塗ってきたんですか。あの今日はあのオフィスに着いてからトイレで塗ってきました。割とまともなんですよね。そこはなんか社会常識ある人なんだな、ちゃんとしてる。あの同じ白塗りでいうと、あのボージャスっていう、もうでもなんかわざわざ一発芸人の回とかでも、あの別にメイクしないですからね、はい、しないんすか。写真撮る側にもありますよね、からね。あ、そうなんですね。プライベートは完全にただのこう日本人メイクですよ。立派ですね、メガンテ中村さん。いや立派ですね。別に映るわけでもない、そのある種プライベートに近い空間。いやさ、パイセンはでもちょっとこう上の方に行っちゃったからじゃないですか、割と。結構もうパイセン大人気じゃないですか今。海鮮の人気やばいっすよね。ですよね。多分その力は村井さんのおかげだと思うんですけど、うん、今の海鮮があるのは。僕逆に初めて知ったのは村井さんの動画でした。すいません、なんかゴジャスさんに失礼なんですけど、はい、僕なんて原宿本社で初めて、わ、見た目は面白いけど、うん、喋らないなこの人はと思いながらずっと見てましたから、最初ゴジャスさんは。ゴジャスさんやっぱツッコミと MC 上手いよね。あの人ピン芸人なのにね、はい、なんか悪の濃い人がいる方が行きますよね、うんうん。あの R 藤本さんとか、あ、そうですね、誰かしらがいるとすっごい面白いんですよ、ね、うん、いじってもらったピン芸人なのにね。ちょっとあの根本から揺るがす話ですよ。じゃあピンじゃない方がいいんじゃね、まあ、R 藤本さん一応いたんですけどね、コンビあったんですけどね。追い詰められると結構やっぱいいよね。あれいいっすね。それは言ってやるなって言われますけど、本当にプライベートの時のゴージャスの方が一番面白いです。いやそれは辛いですね、カメラの前が一番面白いからいいですもんね、確かに。一緒に動画やってると楽しいもんね。面白いね。お父さんは。そうそうそう。藤本さんもいいですよね、確かに。藤本さん普通に面白い。わかる、藤本普通に面白い。ピンとして面白い。そうです。はい。でも昔喋らなかったんですけどね、やっぱり、結構。でも大会員かなんかに出た時に無理やりネタ振られて、
その時に、R 藤本さん、あ、ごめんなさい、ベジータですね。ジベータ、あ、ベジータです。ベジータって言ったのに、その格好のまんま、アンパンマンのジャムおじさんのもので始めてで、すごいうまいの、それが。ちょっとみんな、よかったら振ってみてほしいんですけど。ジャムおじさん、振ると。振るとすごい、すごいうまいの返ってくるんで、あれおすすめです、おすすめです。次行きましょう。あ、鎌田さん、ごめんなさい。鎌田さんね。鎌田さん、誰か注目する。今、もうこれを見てくれ。僕今になって結構パッドサスケさんとか見てますね。パッドサスケ誰ですか？パッドこれ知ってんですか、ヒゲさん？わかんないです、今ググってます。どんな方ですか？パッドとにかくパズドをやってる人です。あ、サスケですか？あ、そうですね、アカウント上は DAD サスケか。サスケですね、はい、あいつか。あれ、見ません？え、なんで好きなんですか？ちょっとあいつの何が好きなんですか？サスケはね、元祖ランカーですからね。ですよね、はい。昔で公式に呼ばれないっていうだいぶ初期の頃になんか悪目立ちしてたから、お前ちょっと事務所来いよっつって、そこからの仲なんで、だからああいうなんかこう大きいタイトするんですよ、あいつ。あ、そうなんだ。リアルなイベントには呼ばれるんですけど、公式の生放送には呼ばれないっていう。だ、今じゃこんな大きくなっちゃったから、僕会ってもサスケさんちっちゃうっすうっすって感じで、多分そんなタイトル来るに違いないと思ってる。先日私、鎌田社長共感していただけるかもしれないですけど、先日私ツイッターとかの店でつぶやいてないですけど、サスケがなんか、はい、パズドラで魔法石1100個ぐらい溶かしながら、おお、あれ、はい、それ死んだマンションの子供ガチャ、そう見ました。あれ、なんで死んだマンションあんなに突っ込んだのみたいな。これ見てる人絶対面白くねえだろ、つまんねえだろとか言いながらずっとやってて、くっそ面白いの面白いじゃないですか。もうくっそ面白くて、もうやめれなくて、ずっとあれサムネ勝ちでしたよね。めっちゃ面白かった。なんか分かる、猫ちゃん的な可愛さはありますよね、サスケって。なんかそういう感じじゃない？なんで好きなんですか？いや、やっぱりもうプレイ動画やばいですよね。もうトークとかじゃなくて？トークはでも最近になって結構出始めてて、うん、その前ってこう結構文字ともうプレイだけでこう終わっていくみたいな動画もあったんですけど、この人何なんだろうなってずっと興味あって、うーん、結構僕動画の中身も見ますけど、この人普段何してる人なんだろうと。サスケはね、パズドラ始まった頃はね、仕事もしないでパズドラしかしてなくてね、ずっとトップランカーだったんです。お、何もしない、ただの俳人で寝もしなかった。え、ずっとずっとパズドラやってた。すげえ。で、最初パズドラってですね、スキルレベルアップとかなかった、そんなに有名じゃなくて、うん、はい、何もなかった時にその巨人の塔ってところにナーガが落ちるから、100周回って1回ナーガが落ちるとかね。巨人だったかな、巨人がどっかにね、まあ、その時にそのナーガを何周も回ってスキルレベルが上がるぞって最初に言った人。へ、俺何周回ってやっと1匹取って、これを1週間やったら多分スキルは1上がるはずだ。あ、すげえって言って、何周も回ってるっていうことでスキルレベルアップするってことを教えてくれた人で、もうありがとうって感じで、とりあえず回りますからって。へえ、とりあえず何度も回る人でした。そんなガチだったんですね、はい、熱いな。いや、勉強だな。謎っちゃ謎ですね。そうですよね。いや、なんか結構僕も見方としては、最近こう YouTube で人気日本ってやっぱこうランキングみたいなのを結構こう見直すタイプなんですよね、うん、の中でいくとこうピュッてこう出てきて、なんだっていうところからずっと見てますね。うん、サスケ有無入んないですか？どうですかね、連絡先誰か知ってか、サスケツイートしたら今電話しますか？大丈夫です。話が早すぎる、ね、来ますよ。サスケ、お前ノラでやってんだったら鎌田社長にマネジメントしてもらう。確かに。でもこういないのに結構ディスられてますからね、この瞬間にもう。大丈夫で、多分会ってサスケって言ったらお前なんか知らねえよみたいな感じでね、今となっちゃう、大きくなっちゃったから彼もなるんでしょうね。予想ですよ、それ。妄想ですよね。中条 D が。でも結構可愛い系キャラですよ、本人。いや、完全にただの可愛い系。可愛い系だよね。へー、めちゃくちゃ可愛い。動画ではなんかあんな感じですけど。なんかやってるけどね。割とすごい可愛い。ネット弁慶感強いよね。強い強い。ああ。クリエイターさんでもそうですね。可愛い人多いですよね。うん。愛嬌ある。じゃあマックさん行きますか。はい、村井さんの。私ですね、あんま正直あんまりなんかその新規というか今この人が熱いみたいなものがパッと思い浮かばない。
じゃああれじゃあ自前のとこで今の高橋君の暑さについて語ってあげたらと。高橋君今暑いんですか。お高橋君はかっこよくなりましたよね。痩せましたからね、23キロ、はい、すごいっすよね。高橋くんは昔から一緒に仕事してますけど、はい、まあ、最近今は一番輝いてますだからそこの具体的に言いましたね。いや、どう輝いてるのか難しいな、ね、昔と比べてなんか仕事がすぐできるようになったとか、なったトーク力が増したとか、いや、それはもともとうまい。高橋くんを今フォーカス当てるんだったら、よりあのスプリングマオとかマミルトンとか、その女の子うちマックスのライちゃんがすぐそこにいますけども、はい、お世話になっております、よろしくお願いします、とかの方が業界的にはすごいんじゃないかな。じゃあそこちょっと言ってみてください。なんかもともとニコ生とか生主とかって、はい、顔出ししてる女の子ってほぼいないじゃないですか。そうですね、なんか言い方としてちょっとあの特定ジャンルにはいると思うんですけど、あそうじゃない、はい、ゲーム実況とか歌ってみた、そうですね、踊ってみたでも隠しますもんね。基本顔出さない、はい、で、うん、結構やっぱりいろんなイベントとかでもなんかたまに会ったりとか話とかしますけれども、その皆さんやっぱり個人で女性でやられてると、その自宅がそうですね、とか自宅バレー、あとは顔バレすることによってのプライベートがとか、はい、やっぱり心配される、それ普通だと思うんですよね、はい、特に女性であればなんか若い女性、年齢関係ないか、はい、女性であれば、はい、っていうところに対してなんか私の動画とかって基本的にニコ生であればこうやってお客様いらっしゃる場所でやるのがほとんどだし、その YouTube の方とかはそのオフィスの中、事務所の中でいつも撮影してるんですけど、はい、みんながテーブル並んでる真ん中で撮影してるんですけど、そうですね、ガラス張りの中で、はい、あれもなんか私なりにその一緒に出てる人たちに対する配慮みたいなものがあって、はい、なんか完全に個室でもうここは撮影している場所ですよみたいな感じで、その他の人たちの息遣いというか空気感が感じられない状況で撮ってると、はい、なんかどこかで訴えられるんじゃないかと、いやなんか付け入れるあ、本当ですか、なんかそのあこの子可愛いな、どこに住んでるのかなみたいな想像とかさせちゃったら嫌だなとか思って、なんか会社でやってんだよみたいな、そうですね、ここにはみんないてみんながねこういや確かに活動していてっていう中の一人なんだよとか、それは別に女性だからじゃなくて男性だからも含めて、はい、で私がその事務所の中で動画を撮り続けてる理由っていうのはある意味ね、その肌からその演者になろうとか、なんか芸能人みたいな感じで有名になろうみたいなモチベーションで入ってる人たちではないので、はい、単純に事務所で普通に働いてる子たちに、そうですね、おいちょっと一緒に動画撮ろうぜって出てるだけの子たちなんで、はい、もう入り口から違うんですよね、その覚悟があってやってるわけじゃない子たちだから、うん、だから会社としてそのもう本当なんか無言で守ってるというか、私があの事務所の中で撮影してるところはなんか、でも結構もう長くなってきてるじゃないですか。長いですね。だからそろそろ覚悟できたんじゃないですか。まあ彼女はまあネジ外れてますから、ね、ネジ外れて最初からなんかどっかおかしいとか、あそうなの、交代のネジがもうない、もう前行くしかないみたいな、ない、ね、あオロチドポみたいな人なんですね、真央さんは。ほう、でも実際その女性でも本当に長くやられたりとかしてても、はい、やっぱり顔出ししたくないとか、はい、まあ、全然気持ちわかりますしね、そっちの方が普通だと思いますけどね。まあ、そうですよね、うん、これなんだオチがあんまなかったんだけど、だからそういう意味でなんかその女性なんだけど顔出しをしながらすごいその何万人何十万人っていう人に見られながら日々その動画を上げていくみたいな人たちがいるみたいな意味合いであれば、その真央ちゃんとかマミルトンとかの方が私からしたら今注目するか、確かに、なんか多分そんなことね1年前2年前ないですよ、うん、ちょうどあのモンストのあのサナパッチョパナエもそうですよ。そうです、ね、ああちょっと他社さんのことなんでなんかそんな細かいことわかんないですけど、あ の, の、ね、あのモンスターストライクサナパッチョパナエ、いやでもすごいですよね。いやありえないと思いますよ、だって普通の人だ、普通に会社入って、そう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 、で私とか動画でニュースとかモンストニュースとかやる中で、はい、いや出てくださいよと、えっしゃーっつって出てきて、で一応やっぱり最初とかもなんか一定その顔を出すことに対するリスクとか、はい、なんかどうお考えでしょうかみたいな話とかやっぱするわけじゃないですか、はい、なんか全然ぶっ壊ますよーみたいな、すごいですよね、あの方。いやでもね、その後困ってるって言って、え電車乗ってたらバレたりとかして、あそこまでね、そこまで、ね、私の話、私の話でもあるやねんか、じゃあ村井先生も大丈夫、村井さんある覚悟あるじゃん、村井覚悟があるから覚悟があるのと、ちょっと便利な言葉ですよね、マックス村井って言われて嫌だとか変わらん、違う話、ここに書いてある人の覚悟と、はい、そうですね、ここにここに書いてますもんね、そこに
マックス村井。この書いてあるの着せたのあったやん。イチャイチャしないの。覚悟って言ったから最初に。彼女ら覚悟しないで有名になっちゃったから、それはもうびっくり度はやっぱ違いますよね。まあ、変な話、そこまでこうなんか道端でわって声かけられるような状態になるっていうのがまだなかったと思うんですよね、想像自体が。いやでも、お二人ともすごいですね、お綺麗ですし、サラバイトさん、本当すごいと思う、うん、すごい楽しい、信じられないですね。変わってきたなって感じしますね、その生き方でいくとね。あ、うん、最初の方ってどうだったんですか。それは全然もうこの話が脱線しちゃって申し訳ないです。彼女ら今名前上がって4人とか、はい、最初からあんな感じです。あ、そうなんですね、はい、割とフラットな、全然変わってないです。へー、あら、高橋くんも、うん、高橋くん、高橋くん初めからキレッキレでした。もう高橋くん最初からあんな感じです、うん、あ、そうなんですね、うん、昔結構なんかやんちゃな感じだったんですよね。あの学生時代、真っ赤な髪でロン毛で、なんかメタルバンド のギターやってた、ね、昔はね、はい、ね、新卒で入ってきてね、内定切り食らって入ってきてね、他に働くとこないっつってダメだ、それダメだ。でうちに入ってツイキャス始めた瞬間に一人でずっとここに向かって喋ってて、天才だなって思った、はい、あ、だって何もなしでここに喋るって文化なかったから、うんうん、僕たちの中でね、うん、それなのにずっと30分1時間と喋り続けてきて、この人は天才なんだろうなって思ってて、それから2年 3年経って初めてね、うん、YouTube って感じで出てきたら本当にやっぱできたから、そうですね、いや、うん、本当に安心して見てられました。一人でカメラに向かって喋り続けるって、まあ今でもウムさんもやってるけど、でも普通じゃないなって感覚が僕あるよ、やっぱり、うん、何喋っていいか分かんないもん、カメラに向かって喋るって。正直僕もコメントとかないと怖くて、いや怖いですよね、無理です無理です、うん、だから動画とかは正直撮り方がいまだに僕分かってないですね、うん、私も一人きりだとカメラとにらめっこしちゃいますね、ガン見して喋りもせずみたいな、うん、何話してるか分かんないです、私も、ね、そうなんですよ、リアクションが想像できないんですよね、うん、僕の中で。だから番組とかもほとんど僕生放送ばっかりなんで、うん、どうやって動画制作って皆さんしてらっしゃるんだろうみたいな、どうしても、なるほど、悩ましいんですよね。いや、そこ一個 LINE ありますよ、うん、録画で動画1個作るって決めてカメラに向かってずっと喋るをやれる人っていうのは、まあ、ちゃんと台本用意しててちゃんとどういうふうに動画作るって決めててやってるんだと思うんですけど、とはいえやれないって思いますけどね、うん、僕は、まあ、多分2パターンあって、多分今こう有名になってる人って結構長くやってるじゃないですか、はい、その最初始めた時ってむしろ YouTube もそこまでこう視聴者数が多くなかったんで結構気楽に始めたっていうのはあると思うんですよね。で逆に今こういきなり始めるけど伸びる人って多分 YouTube とかこうニコ生の前に今度はツイキャスとか、あ、何かしらで別のサービスがあって入り口が下がっているっていうのは多分あると思いますよね。まあ、別に僕もカメラがあったら話せないタイプですけどそうは言いながらも、でも別にプレイヤーじゃないじゃないですかって、ね、分かりました。ちょっとですね、もう次行っちゃいましょう、はい、時間的に、はい、次のテーマ、はい、ドンドンドン出せるでしょうか、お願いいたします。はい、動画で飯は食えるのか。おお、なるほど。ここは最初に鎌田さんから名前が直接書いてありますからね法人の立場として動画で飯は食えるのかっていう言い方と、個人の立場で言うっていう立場ってやっぱ違うと思いますし、より個人寄りなのはヒゲさんだと思うし、はい、法人寄りなのは鎌田さんだと思うし、中途半端でどういうかよく分かんないっていうのはマックスさんだと思うんですね落ち担当みたいなですね、はい、なのでお互いの立場でどうやったら飯食えんだろうなって形にアンサーしてほしいなってことで、うんうん、まずは鎌田さんからお話していただいて、その中の一つにどうやって採用してますかって話もあって、目利きの部分っていうの、まあ、人材って感じでね。なるほど、はい、教えていただきたいと、まあ、結論は全然食べれると、お、まあ、もちろん生活水準にもよるとは思いますけど、それこそこう昔よりはハードルってすごい下がってると思うんですよね。まあ、視聴者のまず数が全然違うので、うんうん、まあ、あるとしたらその見る人の目も最近は超えてきてるっていうのがあるので、うん、よりこう格差にはなりつつあると思いますけど、多分昔だったらそれそもそもこう一人で動画を出すってことが何につながるのっていうのはないけど動画出してたじゃないですか、うん、はい、うん、でそれこそこう YouTube のパートナープログラムとか始まってその一部がもらえますとか、うん、今は多分目的があって始める人がいるんで、うんうん、多分当時よりも全然こうハードルとかは下がってると思いますよね。それはもう食べるっていうところで見る人が増えた、食べ方がちょっと整備されてきたっていう中で、まあ
お金のもらいやすい形になってきてると思うっていう言い方です、うん、いやとにかく見る人は増えたと思いますね。こう再生回数自体もやっぱ伸び続けてると思いますし、ちょっと意地悪な質問で、じゃあ俺も脱サラして今からウーム入ってやってやるわって言った人に対して何か言うことって何かありますかっていう。やめとけたんですかね、やっぱり脱サラしてほしい。背景があると思いますけど、いや本気にやりますかって聞きますよね。そうですね、こう別になんかこう、まあ、よく聞かれるので、何名からとか何再生したら YouTuber なんですかとかってすごいよく聞かれると思うんで、僕基本的にはその個人が決めることだと思いますし、自分で名乗りたかったら YouTuber ですとか、まあ、動画クリエイターって言っていいと思ってますけど、こうやっぱ中途半端な気持ちでやると結局見てもらう方にも失礼になっちゃうので、うん、だから脱サラしてやるのは全然頑張ってくださいと、うん、サポートしますと、うん言えますけど、多分僕がこうサポートしても多分毎日動画出しますかって最初個人の気持ちじゃないですか。そこまではさすがにこうサポートできないなって感じですね。やる気があったらいろんなことをこうサポートしていきますけど、そもそもなんかこう朝起きない人に電話して起こしますかっていうところまでの一歩は踏み込まなくて、それは自分でやることでしょ、うんうん、っていう当たり前のことを言いますよね。さっきのこう質問で続きがあるとしたら、どういう基準でこう採用しているのですか、うん、っていうのが書いてありますけど、はい、基本的には動画見ますね、その人の。とにかくそれこそ面接して30分とか話しても全然わかんないんだよ。あ、それよりはもうそれよりはこう作品がありますから、もうとにかく動画見ます。採用担当って何人いますか。まあ、今こう例えば1000人募集とかって一定のこう期間でやってるんで、その期間はもう僕もそうですけど、うん、うちの社員とかがバーって総動員で動画見たりとかして。鎌田さんも見るんですか。僕見ますよ。初期はもう鎌田さん一人だったってこと。あ、そういう時で言うと、例えば一番最初のメンバーとかは全員一人ずつ口説きできましたし、うん、とにかく会う前3時間ぐらい動画見ましたね。うん、うわ。例えばこの人と一緒にやりたいと思うんだけど、ヒカキンさんどう思うって聞いたりとかもしてたんじゃないですか。そういう話はしてない。もちろんアドバイスはもらいましたけど、うん、まあ、やっぱりこうとにかく動画を見ると、でその次にその人ととにかく話すみたいな。でその動画見る時の基準みたいなやつってやっぱないんですか。あ、どういう頻度で上げてるかとか、うん、あとこう、まあ、相当ができるので、まあ、人気の動画とかでどういう動画が過去回ってたのかなとか、うん、あと、うん、まあ、そういう基準で見たりしますね。あとやっぱネタがそれこそゲームなのかエンタメなのか、うん、まあ、メイクなのかとかっていうのは全部チェックして、その人の武器は何だろうみたいな。そうですね、まあ、あと YouTube 見たらチャンネルアートが設定してあるとかしてないとか、あ、分かってるか分かってない、セクションがあるとかないとか、あ、こういうレベルがあるかなとか、そういうのは全部見て。あ、ちょっとまた意地悪な質問になるんですけど、はいはい、こいつは俺が連れてきたよっていう、わしが育てたみたいなやつですか。あの一歩それじゃあドヤーみたいな人って誰か一人いないですかっていう。ああ、まあでも会社それこそちっちゃかったので、それこそ一番最初ウーム作る時とか、最初立ち上げの時に一緒にいてくれたもヒカキンも初めですけど、うん、最初の7人とかは当たり前のように自分で面接ってじゃなくて会いに行って、うん、こういうことやりたいんで、うん、っていうのを話しましたし、うん、まあ、今でこそこうそういうのやってくれる人が一人生まれたのであれですけど、ひたすら自分が会ってますからね。で、当たり前のように自分が会って、面接して、面接っていうよりも僕が これやりたいからやってもらえませんかみたいなところで、じゃあ動画見てから行くから、それは動画見てから行くよっていうやつさ、もう初めから雇うつもりで、雇うとか一緒にやりたいつもりで行ってるってこと。あ、もちろんもちろんですよね。じゃないと、まあ質問、はい、いやらしい質問していいですか。いいですよ。なんか、はい、私が仮にソロの動画クリエイターで生計を立ててたとしたら、うんうん、なんかすごいやらしい話なんですけど、マネジメントしますよって言って誰かが来たとしたら、はい、なんかいやマネジメントでフィー取られるんでしょみたいな、そうですね、パーセンテージは分からないけれども、はい、そのなんで動画を作っていないお前にお金を取られるんだみたいな。マックスもらい今から口説きましょうよ。おお、いや口説けないだろ。仮に社長じゃないですか。ちょっと会話ちょっとしてみましょう。なんかその、どうやって口説いたのかなと思って、はい、だから私がクリエイターだったら、はい、いやなんでお前に金分けんとあかんねんって思うから、はい、そこをどう口説いたんですか鎌田社長っていうのをちょっと聞いてみたくなって。それがウームだよね。最初の7人とかヒカキンさんだけじゃなくて、そうそうたるメンツですよ、うん、そうですよね、うん、
まあ、でもそれって結構村井さんとかすごい分かりやすいんですけど、村井さん多分 YouTube とかまあニコ動やって何やりたいですかって言った時に本当に一人でソロだとするじゃないですか。超できること限られてないですか。結構ヒーヒー言いながら最初ね、最初の3ヶ月ぐらい一人でやってたんですよ、はい、YouTube 始めたばっかりの頃、はい、もうねヒーヒー言いながらやってました。だってそれこそ多分 CD 出したいって言って自分で交渉しなきゃいけないし、その間も動画出すわけですよね。で何かやりたいって時にもう撮影する人がいなくなりますよね。だから確かに YouTube ってよく聞かれる質問で、一人でできますってことに対しては絶対一人でできるもんなんですよ。で別にあの極端な言い方をするとウームに入りなさいっていうことも言わないですし、だ僕くどくという言い方があれかもしれないですけど、お話しして多分最初の1時間ぐらい僕は多分なんでこの人が YouTube やってんのかなっていうのをとにかく聞きます。で大概がもともと YouTube やりたくて成功してる人とかじゃなくて、まあ、瀬戸康史さんとかだともともと劇団をやってて、はいはい、動画編集がしたくて勉強したかったんで YouTube やり始めたらとかですね。これ結構みんな聞くと面白いんで、僕結構人の人生を2時間ぐらいこう聞きますね、はい、おかしいやつだと思うんですけど。でその上でどうなっていきたいんですかっていう、うん、こうすいませんところで僕らがサポートできるという人であれば僕らこういうサポートしますよと、うん、いうことで口説きますし、だ僕が逆に言うと多分こうサポートできない人とかいるわけですよね、はいはいはい、極端な話こう動画のネタとしてはあれです。これ共有しましょう。挟んで入れてもらっていい？画面がロックされちゃった。ごめんなさい。はい、これ鎌田社長のやつ。あ、僕のやつだよ。ああ、自分のだった。セルフ。だよだよ。失礼する。あれですけど、例えばこう、なんですかね、こうネタとしてはめっちゃ面白いネタをやってる人がいて、けどなんかそれって、まあ、分かりやすく言うと例えばそれやってると企業さんからお仕事来ないとかってあるじゃないですか。簡単な例だとした時に、はい、けど僕なんか企業からの仕事を斡旋したいからそのネタやめましょうとかってやっぱ言わないんですよね。だって今までそれで成功してきた人じゃないですか。視聴者もそれを求めてるし、うんうん、そうするともちろんそれ以外もやることありますけど、多分本人がやりたい方向と僕らがサポートしてやらせたいことってもしかして違うかもしれないよねみたいな。そういう時は話を2時間ぐらい聞いて、うん、頑張りましょうみたいなじゃんじゃんみたいななんかやらせるわけでもなく、なく、まあ、やらせるっていうのも基本的に全部こうクリエイターに選んでもらってるので、うんうんうん、まあ、でもなんかメリットをちゃんと説明できないと、まあ、持ってはくれないですよね。やっぱりマックス村井も一人だったらね、まあ、あとこう今やりたいことって規模でかくなってるじゃないですか。そう1クリエイターとしてできる範疇を超えてる状態になるじゃないですか。きょうちゃんだってマネージャーいますしっていう、ね、そういう話なんじゃないっていう、うんうん、あとなんかこれ超綺麗事かもしれないんですけど、はい、クリエイターさんって例えばメール返すのとかも遅かったやつじゃないですか。うん、はい、しますね。しかもなんか何通送っても返ってくるの5回に1回とかたまにこう全返信じゃなくて単独返信になってたりとか、はい、でもなんかそれって本当に求めることなのかなと思うわけですね。あ、社会性は確かにクリエイターに必要かって言われたらそうでもない。必ずしもそうじゃないですか、ね、別に村井さんのこと言ってないですから。ずっと村井さんのこと言ってないですから。私のことだと思って聞いてないですやっぱり動画ね作りたいって思うんだったらまず一番優先順位を動画にして、はい、でその多分こうサポートするところで僕らがやったらお互いうまくいくんじゃない、うん、っていうのはやっぱ根底に思ってるので、うん、だ多分そういうことを理解してあげられるような会社とか、多分僕も多分変な人だと思うんですよね。こう YouTuber のマネージメント事務所とかって言っても本気みたいな多分今でこそ多分 YouTuber ってこうテレビ CM があったりとかしてあれでしたけど、その当時って言ったら何考えてんだろうなって言われてもおかしくはないぐらいなところからだったので、だからそういうのはやっぱりこう僕もそうですし、クリエイターも多分一緒になってこう僕らを助けてくれて今があるので、だそういう意味で一緒に作ってきたっていうのが今ですね。なんか僕が話すとなんかすげえ真面目な話して、いやいや、こういう話が聞きたいわけですよね。それが大人の社会科見学なんです。そうですよ、僕は今見学させていただいてますから。赤い服着たおじさんが面白いこと言ったわけじゃないんですよ、本当に。ヒゲさん行っちゃいましょうか。はい、何でしたっけ。動画で飯は動画で飯食えるのか、クエリオに。さっきからね、パワーアップしました。質問が後ろに映ってるように。あ、ありがとうございます。まあ、
はい、俺の周りで食えてる人とか食えない人ってこんな感じよみたいな感覚。いやー、ありがたい話ですけど、食えるようになってきたなっていうのは僕も感じます。すごい言いづらい話ですけど、まあ、出演料とかも多少載せられるようになってきたんですよね、番組とかも。なのでそうですね、ただ本当に食えるのかって言われると、もう本当まだ一握りですよっていうのが答えになるとは思うんですけども、何かその食うため、お金を稼ぐ道っていうのがいくつか出てきたのかな、やっと出てきたのかなと。ぶっちゃけ最初の方の公式とかギャラとか3000円とか5000円とかでしたからね。あ、ニコ動の、ニコ動の、ニコ生、まあ、どことは言いませんけども、はい、はい、とかになってくるとやっぱきついよな。それで1日3000円しか稼げなかったら、それで1ヶ月毎日だとしても生きていけないじゃないですか。あ、9万円ですよ。全然生きていけない。家賃払って終わりですよ、終わりですよね、うん、とかだから交通費込みとかそんなんですから ね、それでっていうところからは少しはこう金額が増えてはいるので、やっとそういう、あと ありがたい話、先ほどの話じゃないですけども、その例えばクリエイターっていう言い方とか、生主という言い方がなんとなく世間一般に関わる人たちに説明する人がなくなってくる段階まで来たんですよ、やっぱ、うん、昔は生主っていうのはこのニコニコ生放送においてすごくこう活躍をしている人たちなんですよみたいな質問を一から説明しなきゃいけなかったのが、今回生主がっていうところが、あ、そうなんですねっていう話になってきたので、そういう意味では知名度も上がってきて、クリエイターさんも、まあ、それはまあもちろんヒカキンさんもそうですし、村井さんとかもテレビ CM とか出るようになっていただいたおかげなんですよ。それはああいう人たちですっていうのができるようになったので、そういう意味では、今後がどうなるかはまだ分かんないですけど、うん、それと今動画で飯を食えるようになってきたかって言われたら、それはもうイエスと、うん、大きく言います。じゃあ言いますよ、はい、脱サラして好きですね、俺儲けたいんだけど、はい、そんな甘い話なのか。それで言うとマジでってますから、ね、確かにマジで、飲食業とかそうですけど、脱サラしてラーメン屋始めるのが一番潰れるっていうプロセスがあって、なんでかっていうと、ラーメン屋が一番飲食店でいうと早いんです、やりやすいんですらしいんですよ。ラーメン初期コストかかんない、初期コストもかかんないし、一人でなんとかできそうだしみたいな、で大体失敗する。だから脱サラしてラーメン屋やるって言ったらまず失敗するねっていうフォーマットがあるとしたら、脱サラして、動画クリエイターになりたいっていうだけで言うと失敗する可能性が僕すごい高いんですよ。ラーメンクラスラーメンよりも多分ハードル低いじゃないですか、うん、ウェブカム買って下手する、やりやすい、はい、始めるにしては、ね、始めるにしては初期コストがほぼない、はい、っていうのがあるんで、そこに覚悟が見えないんですよね、脱サラするっていう覚悟は僕の中で届かないんですよね。それよりかはじゃあ本当にどういうスケジュールで、さっき言ったお話のように多分動画を定期的に上げることがまず少なくとも、それを最低限やんないと始まらない、うん、で一番多いのがやりたいんですとかなりたいんですよねとか来年から始めますって、今すぐ始まるのになんでやんないのっていうのはあるんですよね、はい、もう今中条で言ってるのこれですね。そうさすが中条で、そうですよ、はい、サラリーマン続けながら毎日動画更新してみろですね。そうですね、それでうまくいってからやめればいいんじゃない。それでもちろん今やってる人もいらっしゃいますし、昔のブログみたいな話ですね。あ、そうですね、ブロガーよりはだからまだ目がありそうな、僕聞いてます、ね、あ、そんな感じします。ブロガーで稼げる人知らないですよ。あ、そう、あ、ブロガーなんですか、もともと。もともとアップバンクブログですから、はい、あー、ワードプレスでただ記事書くだけですから。あー、でもそこってなんか一応こう会社としての体裁として、もう絶対儲けてやるって言いながら2人でやってたっていうことですよね。なんかそのいわゆる個人ブロガーがブロ化する人って僕あんまり知らない、まあ何人か知ってますけど、何人かいますけどね、あんまりいないから。あ、それよりはポテンシャルあるって感じはします。そうですね、それで、まあ、変な話、少なくとも動画を上げられる能力は、あ、ブロガーの方がもっとあれですね、ハードル低いですね。テキスト書ければいいだけなんで、デビューするっていう意味では始めるっていうコストね、はい、開業コストね、はい、でそれを毎日ちゃんと動画を上げ続けるような人が出たとしたら、それでいいとこまで行ってお金が入るようになったから、じゃあ脱サラしてプロ化しますだったら納得します。でもそうじゃなくて、夢としていきなりバーンと明日会社辞めて明日から動画投稿始めますって言われたら、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さんと動画撮ったことある、それは一体何ですのということに言わざる得ないんで。あ、今の分かりやすかったです ね、話としてはね。じゃあよく分からない会社でやっているマックス村井さん、はい、動画で飯を食えるのか、はい、赤い服を着て名前をつければ売れるのか、サイダーが20万も売れるのか、売れるのか動画で飯が食えるのか、うん、まあ食えると言ってもいいでしょうねと思います。で、私は個人の立場ではなく法人の立場で
かつあの、まあ、メディア企業としての立場でかなり日本国内でも特例中の特例ではございますけれども話をさせていただくと、アップバンクってもともとブログを書いてユーザーに対して情報を届けてコミュニケーションして、アップバンクっていうメディア自体であれば広告収入とあとはアフィリエイトっていう形でやってきたわけなんですけど、そのユーザーがいればそこでそのどうやって商売を作るのか、ね、商売が作れなければ私たちは会社はやっていけないし、給料払えないから、給料払えないから、ただ商売を作れるのであれば会社がでかくなっていくっていう流れの中で、アップバンクっていうものを通じてたくさんユーザーが来てくれている、アプリをダウンロードしてもらうだけじゃなくて、物も買ってもらおうって言ってアップバンクストアを作ったりとか、人がまずここに来てくれてるんだから、それをどうやって商売につなげましょうか、で自分たちができることは何だろうかで事業を進めてきたというか、でっかくしてきたんですよ。で結局そのアップバンクっていうメディアはブログっていう機能を使ってユーザーとコミュニケーションしてるというか、あの情報発信してるものなんですけども、その私からするとニコニコも YouTube も両方ともあのブログみたいなもんなんですよ。ああ、テキストじゃなくて動画のブログ、うん、そう、うん、ユーザーに情報を届ける形がテキストから動画になりましたねっていうだけで、私はあの去年 YouTube でテレビ CM とかもあの出ましたけれども、はい、その私が YouTuber かとか動画クリエイターかって言われると未だにやっぱり違和感があって、当時も違和感があって今も違和感があって、それはなんかアップバンクっていう会社がこれまでやってきたその長年の歴史の中で、たまたまユーザーとのコミュニケーション手段にツイッターを始めましたっていうのと同じで、動画を始めました、それがたまたま YouTube だった。ただここまで動画動画って言ってるのは、 YouTube やってみたらすごいたくさん人がいて、ブログをやっていた時にユーザーとこれぐらいのパイでね、これぐらいのユーザーとこうコミュニケーション取れてたとしたら、ツイッターを始めたらそれがちょっと増えましたみたいな感覚とかってあるじゃないですか、うんうん、これまで私たちが知らなかった人とコミュニケーション取れて、この輪がね、かぶってるところもありつつもまた広がったみたいな、その YouTube を始めた瞬間に同じかそれ以上の大きい輪が、先生その前のニコ生の話しましょう。ニコ生と YouTube を始めた時にそのニコ生あっての YouTube、 ニコ生あっての YouTube、 そうあのドワンゴさんっていう、うん、あの会社が素晴らしい会社があっての、 その YouTube を始めた時にもうねあのブログを見ているユーザーがいるみたいな、そのコミュニティがねこうやってあったとしたら、もう全く別のところにもっと大きかったんですよね、大きかった、ああそう YouTube ニコニコの方が、はい、だから衝撃だったのは、本当にブログをやってます、ツイッター始めましたね、冷やし中華始めましたっていう感じのノリで動画を始めましたっていう感じにもかかわらず、何度もね私宮さんといろんな場所で言ってますけど、アップバンクっていう会社全体の売り上げがもうね何億動いたんですよ。すげえ。動画を始めただけで、その新しいユーザーとの接点が持てて、彼らがそのアップバンクとか全く知らなかったりとかして、その動画を経由で知ってくれて、あ、マックス村井ってのがいるんだ、アップバンクってのがあるんだ、あ、店やってるんだ、なんか買い物行っかとか、うん、そういうのでね、うちの会社はね、おその1000万が1500万になりましたみたいな売り上げのレンジじゃないんですよ、うん、ガーンと上がったんですね。すごいな。2桁億台とかのやつが、うん、なんかね、バーンと上がったって、おー、この間とかでもう多分5億くらい動いたって感じで、多分 YouTube だったら数字をドキドキしますね、2倍になったみたいな感じ、いいな、全然数字が動いて、でそれは本当にその法人っていう立場で言うと、よくあのテレビ CM とかでもね、去年とかブームだったと思うんですけど、はい、公式 Twitter アカウントありますって言ってテレビ CM とかでも言ったりとか、なんか〇〇っていうキーワードで検索って言って、続きはウェブでとか、 ありましたね、よくあったじゃないですか、はい、あれって結局その検索エンジンの先とか、そのツイッターっていうところのコミュニティに対してまたユーザーと接点取りたいから、ここに場所としてなんか家建てました、皆さん来てくださいみたいな話だと思うんですけど、その各種企業が動画っていうそのコミュニティに対して、俺たち情報発信するために家作ったよ、みんな来てねみたいなことを言うっていうのはね、本当にね、うちの会社それの成功事例だと思いますよ、日本国内で結構有数の。いやでも本当そうだと思います。あの同窓会行った時に、あの今何の仕事してんのみたいな話するじゃないですか、ニコニコっていうところで番組作ってんだよねって言って、生放送なんだけどって言ったら、あのマックス村井さんが出てるとこっていう言い方になって、僕らの世代でも村井さんを知ってニコニコに入った逆
ていうルートがあるんですよね。ニコニコで初めて知ったからなってコメントあるかもしれないですけど、村井さんからニコニコ入った人もいるんですよ。っていうのを考えるとすげえなーと思って、あのそれは結構ある。ヒカキンさんも多分ね、私と近いところがあって、はい、その結構中でたまに見てるとディスられるんですけど、マックス村井のツイッターのフォロワー卵ばっかじゃねえか、はい、あフォロワーの一人目がマックス村井で、これアカウントをフォローを金で買ってんだろとか言われるんですよ。あ、そうなんだ。だって毎日私もヒカキンさんも多分 2,3000 人フォロワーがずっと増え続けてるから、あなるほど、毎日、うんうんうん、その秒単位でフォロワーが増え続けてるんですよ、その卵アイコンのフォロワーが。だから業者とかの人からすると、彼らのメガネだったらね、いやこんなん金で買ってんだろって思うレベルでスピードでフォロワーが増え続けてるんですよ。ツイッターの新規ユーザー作りすぎじゃん。そうツイッターなんで金払ってくんないの、うちに。その人たち何かって言ったらそこ、うん、私とコミュニケーション取りたいからヒカキンさんとコミュニケーション取りたいから、ツイッターのアカウントを作って、うん、まず自分のアイコンを変えるよりも、つぶやくよりも先にまずマックス村井でありヒカキンさんをフォローするっていうユーザーが毎日何千人いるんですよ。鎌田さん、僕ツイッターに一緒に文句言いに行きましょう。文句、いやいや、新しい社長がぜひ代理していいですか。代理して、ウブさんのさんとマックス村井さんが御社の新しいユーザー持ってきてるんですけど、さーって言ったよ突然のじゃあラインアットに移動しますけどっていう名前出すのはやめてください本当に、ね、どっちも素晴らしいサイトでございます本当に、うん、個人としての飯の食い方、うん、個人としての戦い方っていうのは多分鎌田社長がさっき言ったように、もうその好きなことで動画を作り続けることができるのかとか、うん、もしかしたら視聴者数が一桁でも、ね、やり続けられるのかみたいな、うん、継続できるのかとか、はい、忙しくても作れるのかとか、ね、そういう話ってあると思うんですけど、その法人企業で、うん、じゃあ動画でって考えた時に多分アプローチ全然違うと思うんですよね、うん、でそれでもね、うん、本当にそこのコミュニティにはユーザーがいる。で特に動画界隈はめっちゃユーザーいる、はい、あのブログ界隈よりも多分動画コミュニティの方がユーザーはいる。もうブログなんか終わってますから、キャラも好きなことはブログなんか終わってますから、マックス村井ブログ終わってるというっていうのまとめサイトできたから今できたから、ヤフー行ったからこれで。いやでね、今このご時世ね、ブログのパワーのなさはやばいと思うよ。ていうか今ブログってまだ機能してるんですか。相対的に下がったじゃない、うん、下がりすぎて、うん、動画がでかくなりすぎてインターネット上で小さく見えるようになったところじゃない。マックス前が大きくなりすぎたんじゃないですか。あーなるほど、赤井さん大きく前に何でもいいです、はい、でもさっき言ったようなそのスマホが、うん、お下がりスマホとかでリビングが Wi-Fi があって、子供たちが誰しもがその自分で動画でも好きなものが見れるっていう、それが一番でかいと思いますけどね。だから最近思うのは、その一昔前って女子高生とかがなんかトレンドを作ったみたいな話とかってあるじゃないですか、うん、女子高生、もともとで言うと女子大生がブームを作る、はい、それが落ちて女子高生がブームを作る、ルーズソックスとかね、っていう時代があったと思うんですけど、多分今私とかヒカキンさんとかはじめ社長とかのせいで多分小学生男子からのブームとか、だから妖怪ウォッチとかもそうだと思うんですけど、あそうですね、下手したら彼らを掴める人というか、掴めるブランドが次のヒットを作るかもしれない。そういう意味でなんかそのトレンドみたいな中に女子高生存在感今ないじゃないですか。ないっていうか、男子小中学生が多分一つになったんじゃないの。そうですね、ヒカキンさん、そうみんながヒカキンさんなんだから、だからドンって広がるのであって、女子高生とか口コミで広がったのであって、だみんなで話す内容は多分トピックが一緒になったんじゃないのかなって言い方の方が、なんか昔で言う本当に全員が同じテレビ番組を見てましたみたいなことが、今になってそのスマホのリビング、うん、子供たちのせいで、うん、もう一回集まったのかもしれないね。そうですね、それありますよね、うん、こう中学生とかの話聞いても、こうお前マックスなんとかなとか、あだ名つけたりしますよね。そのマックスまるまる大体ね、うざいとかいろんなの入る。違う違う違う、名字がつくやつですね、はい、マックス中村とか。でもインターネットそのものは変わったよねって話はあるんですよ、ね、変わった、本当に変わった、うん、それはでもいいことですね。変な話、僕らの若い頃の話って、あの何年の時ってこの曲が流行ったよねっていう共通のなんかキーワードが絶対あったじゃないですか。ミスチルね、ミスチルだったりとか、スピッツ、スピッツとかロビンソン、歌を聞くと大体こう分かるっていう。でも今ドリカム、そうそうです、もういいですから次進んで、そういうのがなんか共通のキーワードっていうのを持ちづらいなんか時代になってる気がするんですよね。そう歌もなんかみんな戦車万用で、もう好きなようなにみんな聴いちゃってるんで、この曲聴くとは何年だよねみたいなのがちょっと難しくなって、それが逆にヒカキンさん、村井さんっていうのが今、うん、来てる気がしますね、うん、みんなで見るって、みんなで見ている、みんなの共通の文化として認識ができる存在っていうのが、
一応話戻すんですけど、まあ、食えるのかって話についてはまあ、鎌田さんはね食える人たちが増えてきたよっていう実感が YouTube で言って、うん、でヒゲさんもね食える人増えてきたけど、まあちゃんと自分で一個一個やってからだぞって話をしてくれたって話に対してマックス・マリさんは動画のおかげで食える会社が増えたぞっていうかうちだけだけどなみたいな話、俺は雇ってるぞみたいなそんな言い方に、うちの会社は動画のおかげで何億下手したら十数億売り上げ伸びた、うちだって1年で80人くらい従業員増えたから、うわすごいだから食える雇えるようになった、なんかビジネスが動画のおかげでできるビジネスが大きくなったから、はい、雇える人が増えたっていう言い方で食える人が増えたんじゃないのっていうスタイルでやってるよね。あ、だからそれで言うとね本当にね、あの好きな動画を公開するんだとかあるじゃないですか、はい、動画クリエイターたるものみたいなとかあるじゃないですか。マックス村井チャンネルって YouTube の方ごめんなさいね、ニコニコで育てられたんですけど今ちょっと YouTube の話をさせていただきますマックス村井チャンネル始めた時って最初の4ヶ月間基本的に今いろんなゲームやってますけど1本しかなくてパズドラしかやってなかったんですよ、はい、あ、そうですよね。でパズドラをこうやりながらたまにアップバンクストアっていううちにとって大切なビジネスがあってケースとかバッテリーとかを紹介してたんですよ、はいはい、でユーザーからすげえ言われたんですよ、いらねえよこの動画って、へー、お前ゲームだけ上げてるよみたいな、あ、言ってた。ケースの動画とかケーブルの動画とかバッテリーの動画とかうぜえんだよとかすげえ文句を言われていた時期があり、再生回数もゲームとアクセサリーでこんななんか10倍くらい違うみたいな違いましたね、あったんだけど、私は残念ながら個人としても動画クリエイターでもないので、いやアップバンク会社でやってるんだから当たり前だろお前ら、これも見ろやボケがそして買えっつってって言い続けていた、はい、うん、動画で、うん、そしたら動画では言ってないけどそういう気持ちでなんか一部でものすごい盛り上がったんです、誰ですか、なんかうるさい見ろたま、なんか以前なんか聞かれたんですよね、その嫌なら見るなっていうあの地上波のテレビの文脈って、ね、村井さんどう思いますかコメントくださいって言われて、いやでも見ろ、いや私はいや好きになるまで見ろあ、なるほど、なるほど、見させ続けてやるんで、だって俺は会社だから、そう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 別になんか好きなことで生きていくとは言うものの、うん、俺は好きなことだけで生きていけると思っているほど子供じゃねえぜいやこっちは会社でやってんだ、従業員飯食わしてんだ、家族養ってんだボケがとか、だからケース買えみたいな、そうですねいやーでもそうですね、従業員会社を好きになってくれっていう立場で初めからやってたんでしょうねこの人はね、あそうだね、会社を見せたいっつって、そ、ね、でその会社だから私も本当にアップバンクアップバンクっていつも言いますけど、その、はい、YouTube のチャンネルの名前マックス村井チャンネルだし、ニコニコのチャンネルもマックス村井部で私の名前なんですけどみんな多分アップバンクって思って見てくれてますね、そうですね、ああていうかいない方が盛り上がる時とかあるからね、えどうしたどうした、ちょっとあの今の僕違うなと思ったのが、先日あ、ちょっとこのアングルダメだ、はあ、あ、カメラカメラマンやりましょうか、これ、大丈夫です、私がカメラマンやりあ、先日ベイングローリーマイクないよ、入ってる、いいよいいよ、ベイングローリーの放送やったんですよ、はいはい、でその時にあったのがいたせつきせつ、そう、村井いねえのかってコメントが結構ありましたよ、あった、だから村井はいませんって先に言ってないから、ね、私ツイッターで私は今日出ないって言ったよ、あ、そう、うん、で出演者のところにも、まあ、あのゲームファイターしか書いてないんだけれど、あの、うん、じゃあサムネを村井にすんじゃねえよ自分やんそれ、なるほどね、いやそんな僕考えてないんですよ、村井部だから、うんうん、いつもの、テンプレートでペッていつもの貼ったら、うん、村井ねんだったらこのサムネすんじゃねえよ、ね、サムネって書かれちゃって、どんな失敗じゃないですかでもそれすごいな普段私の感じていない、なんかサイレントマジョリティの人たちをこう表に出したのね、なんかまあそうですね、いやだから まだね結構いますよ、村井がいねんだったらいいよみたいな、まだいっぱいいます、それは村井って言ってるからね、うん、それが言いたかった、ありがとうございました、サムネでご誘導しながらそれが言いたかった中条理はなんだかんだ私と仲がいいみたいなことをアピールしに来たの今、違いますなんかそういう事柄がありましたよと、村井さんやっぱすごいんですよと、ただまあただとはいえ、はいはい、とはいえ企業として YouTube とかニコニコとかをどう活用したらみたいなことに対して苦しんでる会社は多いと思います、とってもとてもとても、なんか言えることありますか、うん、だってなんか言えること、うん、多分ね、うん、いろんな会社が
いろんなことやるじゃないですか、はい、結構うまくいかなくてつまずくと思うんですよ。どうやって動画を見てもらったらいいかわからない、なんか違法動画たくさん上げてるんじゃないですか昔みたいに。じゃあもう直接的なこと言いましょう、はい、いろんなメディア企業が、はい、やっぱりこれから動画の時代だっつって動画出してるじゃないですか、うん、まあ、うだつが上がったり上がらなかったりしてると思うんですけど、言ってやることとかないんですか、はい、メディア系。あのね、お急に動いた。すげえ真面目な話で。来た。私あのやっぱりね、ゲームメーカーからオファー来ること多いんですよ。ああ、そうですね。出てくれみたいな。はい、で、なんかその結構多くのゲームメーカーさんって生放送やります。すごいイベントだ、お祭りだ。誰か出れる人いないの？あ、この人有名な人だ。この人出れば数字取れるんちゃうん。あ、スケジュール確認して空いてたらアテンドしてお金いくらなのって言って有名どころを引っ張るんですよ。あ、こうよくやってるやつだ、うんうんうん、で、うん、1回やるじゃないですか、はい、で良かったか悪かったかはさておき、なんか1ヶ月後とか2ヶ月後にまた生放送あるじゃないですか、はい、今回誰呼ぼっかな、誰か空いてる人いない、有名な人で今回面白そうな人いないって探すんですよ。でも、うん、あの人、この人空いてる、今回行けるのかって、ちょっとじゃあアテンドしてよって呼んだりするんですよ、はい、なんかそのゲームメーカー生放送みたいな時にその演者を大切にしていないというか、演者を育てるっていう発想とかないなとか、あ、なんかそのゲームをプレイする人が、うん、なんかどれほどゲームに影響を与えているのかとか全然意識してねえなみたいな、うんうんうん、なんか数字取れれば放送として成功で生放送やってよかったみたいな、なんかそのせっかくそんな企画をやったにもかかわらず、なんか動画からの恩恵を一切受けれていないのに満足しているようなメーカーさんも、うんうん、なんか多々いらっしゃるな、もったいないな、メーカーに対して、そのそうですね、昔のね、ハドソン高橋名人社員だから、はい、どうやって使おうと会社に全部返ってくる、うん、そんな幸せな関係なんか今ないわけで、うん、ね、社外からとかどこかしらから人を借りてこないといけない。そうですね、ただ毎回毎回この人がたまたま空いてたからこの人で行こうっていう発想だと、多分その動画業界というか、はい、動画を見ている視聴者の人たちとかからのその恩恵って返ってこないので、最初に3人とも言ったと思うんですけど、時代がこの人だから見るになってきてるんだからって話じゃないんですかっていう。だから基本的にはこの人と一緒にこのゲームをやっていくって決めたら、その人が社外だったとしても、その人が有名になっちゃったとしても嫉妬せずに、その人と付き合ってとことんまで行くしかないんですよ、うん、はい、半年とか1年っていうスパンです、ね、この人有名だからアサインしようだったら、うん、もうね、ゲームのね、動画コミュニティっていうのはね、それはユーザーそっと向くんですよ、はい、だから私安易に出演料いくらですとか言われても、それがすごい法外な値段でお願いしますとか言われても、そのワンタイムとかでゲーム系出ないのってそれなんですよ、うん、そうですね、絶対お互いにとってうまくいかないし、はい、私が毎日やらないとゲームに帰らないから、ユーザーにとってもね、本来だとそれを仲介するのが僕の仕事なんですね、制作側なんで。お、ヒゲさんの仕事の話が、ヒゲさんがまさかここで。いやいや、なんで僕がメーカーさんに言うときには、メーカーさんやっぱりまだ、あの特に初期の頃はよくわからないけど話題になってるからやろうぜっていう、多分それは浜田さんその問い合わせが多々多いですね、ある場合、YouTube っていうか、YouTube でヒットするにはどうしたらいいかっていうことを飛ばして、この商品紹介してほしいだったりとか、こういうなんかイベントに出てほしいとか、でだから有名な人をとりあえずくださいみたいな来るんですけど、5番ください。5番、おい中条さん、どれだよ。あれ、そうか、クラッシュ、あ、今回収されました、はい、でそこの時に、いわゆるこの人だったらこういうゲームやると絶対面白くなりますよっていう説明をしてはいますね、まあ、それが通るか通らないか最終的にはメーカーさん次第のところもありますけど、中条さん何か言いたい。いや、あのね、村井さんが言ったところで、なんだっけ、炎上育てろと、うん、いうところがあって、僕もあのそれは前から持ってて、痛そうや、痛そうや、ドアもとして大して有名じゃなくても自分のこだわりでこいつ面白そうだなっていうのを引っ張ってどんどん出せばいいと思うんですよ、うんうん、私もそう思う。で、はい、うん、そういうことしないからね、似たような名前ばっかりなんだよ、生放送ドワンゴマックス前にねこれもマックス前なんかそっちも、ね、私はまだ選んでるだろう他だ他。いや、で、まあ、あの例えばなんかあの、前隔週ぐらいでなんかやれる幸せな番組あったりするじゃないですか、特定のタイトルで、で特定のタイトルで隔週でやるってすごいことだと思うんですけど、まあないか今実際で、そういうのがあったとしてですね、あのじゃあ誰々さんをブッキングしよう、ちょっとこいつ全然知名度ないけど引っ張ってこようって出すじゃないですか、でこの番組とあの一緒に成長しますんでみたいな感じで出しても、
誰だこいつってやっぱねバッシングが来るんです。来る来る絶対来る。それは来ます。そんなん絶対来る。それはしょうがないです。でそのバッシングに本人プラス、うん、制作側がどこまでバッシングに耐えられるかっていうのが、うん、乗り越えないとね。それはそこを乗り越えるっていうのが、うん、その彼にスポットを当てるように番組の中身を作ればいいんじゃないですか。彼が上手くなってくれればいいですよね。そうですね。で彼がゲームに対して愛情をうまく伝えるような、企画だったりとか内容みたいな方向に持ってってあげれば多分その番組自体は僕成功すると思います。うん、あじゃあ、うん、ただねそうって言われたら、ね、セガーって言えばいいんですよ。出る側のね、はい、じゃあメーカーさんがそういう覚悟でねお前と一緒に大きくなりたいとかって言ってくれたとしてもね、うん、このね出る側クリエイター側の覚悟もね、なみなみならぬ覚悟が必要で、はい、あのゲームこれ流行ってるからちょっとやってみるわ、流行りが終わったからもう二度とやりませんって済まない話なんですよ。ああそれはもうずっと付き合いますよ、はい、どんなことがあろうとっていう覚悟がクリエイター、はい、動画クリエイター側にも必要になってきて、うん、でもその時でアテンドする場合って実績としてそのゲームをすでにやっている人じゃないですか。人気がなかった時一応やってる人の中から選びますけど、はい、まあ、例えばローンチされた直後のゲームとかどうなっちゃうかって話もありますし、あそれでいうともうゲームのジャンルですね。アクションゲームだったらこの人とか、うん、RPG だったらこの人みたいなのでパッと当てはめてみて世界観と合うんだったらこの人推薦します、うん、かなあ。で僕が言いたいのはあ、はい、ごめんなさい、どう長い目で見てくれよっていうことだ。そう、それは本当そう思う。バッシングされたら続くもんも続かなくなっちゃうので、はい、そんなね、慣れてないとね、ツイッターとかでたった一言死ねっていうその2つのワードでね、心折れますからね。あのね、特にね、ネットの良くないところでね、おい、出た、女性差別が激しい。ああ女性戦車ってだけですぐバッシングいくでしょ。あれ、なんとかならんの。僕はでもそれは一つ言えますよ、やっぱり。何ですか。言えない言えない。なんだよ言いたいけど、すごい社長になったって今言葉がポイズンだな。でも確かにあのニコニコもですけど YouTube とかも結構女性に対しては辛い時ありますよね。インターネット全般そうだ。ただ分かった、言えるレベルで言える。ほら言え、はい、君たちは昔中学生だったとしよう、はい、エロ本を分け合ってただろう、はい、こいつがブスだとかそうじゃないとか適当に言ってたでしょ。言ってました。自分の顔も見返らず言ってました。ほら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 言ってました。ほら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 、インターネットにその思ったことをそのまま書くなだね。そうだ、うん、確かにだ、思ってもいい、ただ書くなだな、うん、こいつは好きだって言えばいいの、好きじゃないって言えばいいだけなのに、なんか勝手に序列をつけててお前の好みをなんかみんなが分かるような感じで言うなっていう。こいつを好きだと言っているやつはアホだみたいな書き方ね。なんかそうそうそう、そういう話。直接面と向かっては言わなかった。いや、そうそうそう、言わないですね。シャイボーイなんです。むしろ直接面と向かったら握手してください。マジで。マジで。まあ、そうですよ。マジで会いに行ったらシャイボーイなんですよ、みんな。いい子なんですよね。あ、帰ってた。まあ、はい、次行くぞ。はいはいはい。長い目で皆さん応援よろしくお願いいたします、はい、ということで。はい。もう食えるのかって話した。はい。あ、ちょっと待って。最後に鎌田さんに1個だけ聞きたいんですけど、はい、ウームに、あの、初めて動画を副業として参加している方ってどれぐらいいますか。ああ、本業としてではなく、本業ではなく、あの金、月から金まであのちょっと会社勤めやってるんで、土日で動画クリエイターやりたいんです自分みたいな、でやってますって方います。今例えばホームページに載っけてる多分37組人はもういないですね。ああ、1人か2人ぐらいかな、基本的には。はい、その例の、あの今いる800人、800人の方は逆に言うとそれこそまあ学生だったりとか。ああ、なるほど。っていう意味ではたくさんいますよね。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、次行くぞ。はーい、はい、ドンドドンガドン、うわー、イエス、来た、はい、動画業界今後どうなるか、もうさっきちょっと喋っちゃったんですけれども、まあ、うん、なんかこうなっていくといいんじゃないのかって、あと夢を語ってですね、あと10分20分をですね、皆さんと共に、あ、はい、本当だ、駆け抜けたいと思うんですけれども、さっきなんかすげえみんないいこと言ってて僕もなんか言いたかったんだけど忘れちゃった。なんですかね、こうなってほしいなっていうちょっと夢を鎌田さんからちょっと、はい、で今ウーマこういうことやってるよっていうことをちょっと語ってほしい。これもう3つまとめて話しちゃって、いいですか、ね、いいですいいです。僕やっぱりこうさっきの女性の話じゃないですけど、こうやっぱネットだからやっていいこととか言っていいことって、まあ、そんなことはあんまないと思っていて、うん、で去年からそうは言ってもこう何ですか、見る側のリテラシーってこう上がってきてるとは思うんですよね。
ただまあこう爪楊枝事件とか何かあると悪質なプラットフォーム YouTube とか出るじゃないですか。そうですね、ニコニコも書かれますね。なんかその一つの悪いことじゃなくって、いや今すぐ10億人がそれこそ見るんだぞみたいな、なんでそこ言わないのかなみたいな、そういうのはすごい強く思いますよね。なんかなんで人って否定から始まるのかなみたいな、うん、いや動画10回でも10人に見られててすごくないみたいな、うん、なんかこういうふうにもっと視聴者も変わるべきだし、で逆に言うともっとそれをこうその10っていう価値をクリエイターももう一回こう見つめ直すべきだとは多分思うんですよね。まあちょっとこう当たり前のことなんですけど冒頭として、うん、はい、まあ、なんかその上で僕一つだけも言えることとしてはクリエイターの数がもっと広がっていいんじゃないかなと思いますよね。多分それこそこう家でこう子供の動画とかを多分撮られる方ってすごいいらっしゃると思うんですね。僕はそれでもいいと思いますし、ゲーム実況で自分の顔は出したくないけどと、うん、いうことだと思いますし、こう確かにクリエイターとして食べていくっていうことは一つのゴールに向かっていくかもしれないですけど、こう動画を通じてこう自分を発信していくっていう場が本当昔なかったのに、うん、それが今はこう別に YouTube じゃなくてもニコニコもそうですし、いろんなものがあると、うん、でそれを簡単にしかもできるスマホがあるのに、なんでやらないのかなと。で逆に言うとなんでそれをやった人を今度ディスるのかなと、うん、なんか愛のあるディスり方ってあると思うんですよね。そうは言っても、そうですね、それこそなんかツイッターで意味不明に死ねとかやっぱ来ることに対して、まあ、それ送る人もなんかちょっと違うってことを理解しないと、うん、なんか僕は全然良くないと思いますし、うん、なんかそういう日本の動画のコンテンツよりも海外の動画のコンテンツの価値ってすごい高いじゃないですか。うん、あ、そうなんですか。それこそアメリカで動画1本作るとその周りにいろんなこうビジネスが転がってますし、日本例えばそれって YouTube だと多分アドセンスしかないし、ニコニコだとチャンネルのあたりとか多分そういう一つしかないと思うんですよね。で村井さんすごいいいなと思うのが、それをこう企業としてやることによってショップのグッズもあれば、まあ、いろんなこうアプリも出したりとか、これって多分日本でできてるのはほんと数少ない人だと思うんですけど、こう海外で言ったら今の10倍見てもらう人がいますし、英語圏だとした時にその1個動画作ることによっていろんなところでその動画回りますよね。うん、別に YouTube だけじゃなくって、まあ、いろんな今サービスがありますから、なんかもっとそういう風にして動画に対して、多分今後僕今年のテーマとかって多分動画の数が足らないとかですね、へえ、なんか今いろんな動画周りのビジネスって始まってると思うんですけど、あ、多分動画の足らないとかっていうのは結構テーマとして多くなってくると思いますね。企業は、うん、企業側がそれこそ動画に広告を出稿したいって言っても動画の枠がない、うん、もしくはあっても、動画に広告を載っけたいような動画じゃないみたいな、うん、多分そういうのがテーマになってくるんじゃないかなと。だから各プラットフォームがどう思っていく、どう変わっていくかで言うと、多分次はもっとコンテンツを欲しがると思いますね。で逆にコンテンツを作る側は今度はプラットフォームなんか関係なくって、ってことは村井さんは分かりやすいで、どこでも別にいいわけじゃないですか、そういうふうにビジネスが変わっていくんじゃないかなというのは。梅さんもそんな感じでやってくるんですか。僕らはそんな、まあ、僕らはクリエイターが主なので、そういう意味では今 YouTube が最適化だとは思っていますけど、よく聞かれるのは YouTube だけですかっていう質問に対していることは、いろんな中で今やっぱ YouTube は適していると思ってますけどと、じゃあ一緒 YouTube ですかって言うと、別にそれないですよっていうのは多分みんなに対して同じことを言っていますよね。将来はこうなってほしい、まあ、そういう意味でクリエイターが増えてほしいですし、まあ、動画前のビジネスってこう始まると思いますけど、なんかクリエイターやっぱ理解してほしいっていうのはすごい強いですね。さっきの村井さんの話で言うと、やっぱ企業さんがいろいろ仕事をこうオファーをいただくことありますけど、よくあるのはこうどういう動画を作るか、こう事前にこう出してくださいみたいな、あ、企画書くださいだったりとか、なんか台本みたいな、そんな出した動画って面白いですかみたいな、なんかそれこそこうライブで事故が起こったとしてもそっちの方が面白いわけで、だよくこう固い会社さんとかだとそれを出したらこう法務部がチェックしますみたいなそういう文化でやってきてるからね、それっていつ帰ってくるんですかみたいな、で最後にこう動画の中にあの8ポイントとかこう細かく入れてくださいみたいな、それってもうあの CM とか制作会社でよくって、そうですよね、多分ネットのクリエイターで作らせる必要ってないでしょうし、
やっぱそういうところからもっとこう見る側とか依頼する側とかがなんで今 YouTube なのとか YouTube クリエイターがどういうふうになってるのとか、まあ、先ほどおっしゃられたみたいにどうこうクリエイターを一緒に伸ばしていくか、うん、っていうのに、まあ、目を当ててくれるとすごい嬉しいかなと、うん、まあ、よく楽して食ってってるだろうとか、うん、こういろんなこう、うん、ここあるじゃないですか、ここ前 YouTube の前でゲームばっかしてそれで食っていけるなんていいなみたいな、社長じゃないんだからただゲームやってるだけだろ、何のこれ文句が出るメソってみたい、うん、毎日よ嬉しそうに返してしまった。僕基本クリエイター敬意を表して全員会うときさん付けでもちろん話しますし、やっぱこう楽してるっていう人にじゃあやってみればいいんじゃないですかと、うん、365日多分あの700本か800本とか1000本とか動画作るんですよね。でそこに企業さんとお仕事をやったりとか、うん、プライベートもあったりとか、うん、そういう中でしかもこう自分自身が納得する作品っていうだけじゃなくって見てる側にも納得してもらおうとか、うん、なんかこう別に苦労してるってことではないと思うんですけどやってることって多分すごいことだと思ってて、うん、そういうのを多分僕らがこうどんどん外に言っていって、はい、でさっきの女性のクリエイターとかのこう誹謗中傷とかもちゃんと守っていったりとか、うん、なんかそういう風になっていくといいなと思う、うん、それが多分テレビでもない、うん、なんか動画っていうことなんじゃないかなと、うん、テレビと視聴者の多分間にあるのが僕 YouTube とか、うん、こうニコ動とかだとよくクリエイター自身が言ってるんで、うん、まあ、そういうことかなと、はい、今コメント欄って言ってたんですけど、はい、あのはい、マックス村井さんも言ってたけど YouTube のコメント欄も、うん、村井チャンネルのコメント欄も変わってるじゃないですか、視聴者の方は変わってきてるんだろうなって気がしますよね、うん、そんな簡単にディスったりとかもしなくなってきてるし、お互いで牽制し合うようになってきてるからね、うん、まあ見る側も変わってきてるからもっと変わってこうぜって話なのはありそうですよね、いやでも本当に、まあ、最初の冒頭で、うん、あの村井さんがヒカキンさんのことね、化け物だモンスターだあの人すげえぜって話したと思うんですけど、うん、僕から見たら村井さんとヒカキンさん両方とももう恐ろしいもうモンスターなわけですよ、うん、ででも多分じゃあ2人のことを本当に真似できる人がどれだけいるのか、例えばヒカキンさんの成功の理由っていうのも4年間以上もう毎日動画を上げ続けているっていう言葉だけはすごいシンプルですけど、じゃあ本当にその実践できるの、で村井さんだってもう今1日7本とか5本とかの動画バンバン上げてるじゃないですか、でその合間にはもうライブでガン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 ギリギリの本当に命を懸けるかのようなチリチリしたバトルとかもやるわけじゃないですか、っていうのを真似できるのっていうところはあのきちんとあの皆さん見てほしいんですよね、うん、割とすごくフレンドリーかもしれないし、ヒカキンさんにしたって村井さんにしたってこう友達のような感じになるかもしれないけど、その裏にはすごい頑張ってるんだぜ、でそれは別にヒカキンさんとか村井さんだけじゃないんですよと、他のクリエイターさんたちも同じような努力はしていて、うんうん、っていうところは見えないとは思うけどちょっと感じてもらえると嬉しいなっていうところは僕思いましたね、正直あのいろんな仕事を一緒にさせていただきますけど、皆さんやっぱ真面目だし真剣だし、そこにあのおごりもなければいかにして面白くすればいいんだみたいな、まあそれ面白さが武器だったら面白さだったりとか、そうじゃなかったら説明がうまくなるには喋りがうまくなるにはっていうのをこう毎日日々アップデートしながら頑張っているっていうところが制作サイドから見ると透けて見えるんですよね、一緒に仕事させていただいてるんで、っていうところをどうやって伝えたいのか分かんないんでこの場を借りて言わせてください、はい、ぜひね皆さんすごいっすよ、うん、したくもないわとか書くなそういうことは真似できないしないわ、ね、まあ確かにでもこの前1900キロでしたっけ村井さんなんかあの石川から行って金沢行って、ああはい、石川から愛知で3日間で1900キロですよね、確かにそれは僕も正直その企画には乗りたくないですね、あと13バトル13バトル石川での13バトル、ああいやあれは見てる方がもう裏のスタッフとか大変だなと思いながら僕見てましたもうどっちもそっち目線そっち目線なんですよ、石川のね、はい、奥のトマトルロードね、あれ楽だったよね、楽だった、いや裏側結構大変で、はい、私とかミヤさんとかその映ってカメラ回してるリオナリとかの舞台に対して、はい、先行で五十嵐さんっていう人と村田さんっていう2人なんですけど、別のチームが次のロケ地に行き準備をし、カメラをセッティングし、
その味噌まんじゅうだったら味噌まんじゅう屋さん、はい、温泉だったら温泉旅館さん、うん、全部もう挨拶を済ませ、うん、もう今からやってきます、はい、やってきたらもう撮影が始まりますっていうのを全部準備して、うん、うわで画角とかも確認してここで撮りましょうここで座りましょうっていうのをやっぱり石川で遠いし、はい、事前にロケとかロケ班とかそんな何回も行けないんで、うん、だからもう舞台やって常に前の舞台が行く我々が着くはい撮影しましょうでもすぐ撮影する、うん、そうそうそうそしたらもうその撮影も見ずに次のロケ地行くうわセッティングするっていうのをもう2日間13箇所永遠と、うんうん、あれ死にましたよ。いやあれはきついと思います。でも、あれはでもあれのおかげで撮影するのは楽になったんだよね。なんかその負荷が、ね、あそこにビオナリがいますけど、ね、負荷が分散されたからすごい良かったなってことで、おかげで13行けたよね、うん、逆にあれがなかったらあんなの無理やで、ね、いやいやいや無理っす無理っす、うん、いや大変分業にすることでできるようになったなって、はい、本当リオナリさんお疲れ様です。本当にありがとうございますでそれで取れ高がめちゃくちゃ増えて、よっで取れ高めっちゃ増えてリオナリ死ぬなって思って明日から会社来なくていいからって言い方怖いですけどね会社来なくていいよって言われた思ったより増えたからねカメラの数も増えたから見る量が増えちゃって撮れちゃったみたいな。いや本当あの一つだけ本当カメラは複数やんない方が本当いいっすよ、ね、はい、うん、それだけで編集が多分2台になったら、まあ、2倍3倍になるんで、うん、きついきついきつい。なんか今コメント欄とかであの、はい、映像制作の現場だったらそんなん普通だろっていうのも流れたんですけど、うん、その予算がね桁が全然違うあの地上波とか、うん、そうですよ、うん、それこそあのスポンサーいないし BS の番組とかそうですよ、ね、本当にあの100万とかそういう50万とかっていう単位で制作予算を組んでる番組もありますけど、うん、いやはっきり言って我々が今回その石川県ロケとかのなんかロケ代というかなんだ予算、うん、はい30万かな。安いんじゃない。買ったのは申請したのは50万 でも実際使ったのは30万も使ってないよね、うん、でほとんどレンタカー、うん、レンタカー2泊3日多分それで15、6、7、8じゃない、うん、だから他のお金ほぼかかってないよね。そうだってそうやってやっていかないとね無理っすよ。だってそんなに、うん、制作費あるからでしょプロはっていうね、はい、そうそうそうまああるからいいものできるってわけでもないんだけれど も、まあ、でも作り方がなんかいやこっちはインターネットの動画の世界でもがいて頑張ってるからそうですよその誰にみたいに儲かんねえからな。そうだってロケで例えばカメラマン1人つけてあとまあそのサブつけていわゆるワンチェーンって言い方しますけど、うん、ワンチェーン1日8時間拘束で大体15万ぐらい取られるわけじゃないですか、うん、テレビ局で仕事すると15万あったら番組一本作れますからね、うん、ニコニコこっちはね、そう、うん、こっちとらこっちとら、ね、そういうところもまあ見ていただきたい。だから皆さんねぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、ね、お部員を募集すればと思います。じゃあ次、はい、あお時間か。いやヒゲさんも行きましょう。未来について語りましょうよ。はいはい、もう行っちゃった。あ、語ってない語ってない、うん、1個まだあちょっと語ったんですけど、まあ、とりあえずクリエイターさんってすげえ頑張ってるんで素直に応援してほしいなっていうのと、うん、あと1個だけ僕危惧してるのがあって将来あるかどうかで僕あるとはもちろん思ってるんですけど、あのあこのまんま動画業界自体大きくなっていく、あ、はい、まあ、業界自体がどん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 こう成長していくだろうなっていうのは当然のように思ってるんですけど1個だけ失敗するかなとあるとしたら多分今ニコニコなんちょっとコメント書いてほしいんですけど皆さんニコニコ何年間ぐらい見てます。特にニコニコ歴何年から見てるかとか動画歴でいいんですか。ニコニコ歴ですか。動画歴の方が嬉しい。あ、じゃあ動画歴、はい、で何が聞きたいかっていう2年目。あ、そっか2年目だと1年プラスないかな。そうです。あ、いた子さんぜ2007年から見てる人とかって分かると思うんですけど、うん、昔ってプラス方式だったんですよコメントって。あのプラス方式って何。100点満点で1点しか取れない動画があったとしたらその1点を褒めるっていうコメントの流れだったんですよ、うん、今って99点取ったらマイナス1点をコメントするんですよっていうのをやめてほしいっていうのがあって、なんで、まあ、それは多分ね目が肥えちゃったんですよねきっと今、うん、でその中でや、考えてほしいのは荒削りな作品で当然なわけじゃないですか。このネットにある動画っていうのはアマチュアが作ってるものですから、ね、特に1クリエイターさんが個人で出してる動画ね。でそれに対してその見方はしていくと未来は僕はなくなるかもしれない。だったらどういうふうにしたらもっとその人が動画をどんどん量産するようになるかって言ったら、じゃあ30点の動画だと30点のいいところをぜひコメントにしてほしい、うん、で応援をしてほしいっていうのはあると思うんです。なんか僕がいつも社員に言われることと同じこと言うんそんな原点なんですか。そんなに原点方式ですか。ああもうみんなそうやって私が文句言ってるコメントみたいな。あ、なるほど。私さっきずっとディスられてばっかりですからね。厳しいから。ああでも
社長は厳しくなっちゃうのかな。いやいや違いますよ、そういうことじゃないですか。そんな甘やかさなくていいです僕は。ああ、はい、だから、そういう意味ではコメントの書き方っていうのは実はかなりこの文化この動画プラットフォームっていうを左右するんじゃないかなって、うん、何が言いたいのあの人。えどういうこと。米が食えなかっただけであいつは思う。へえ。あるか。ああ、はい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 。ヒゲさんもその現場にいた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 。あれ面白いからいいじゃないですか。ねえ面白かった。ねえ。嘘だろう。バキヤモンっていう。とんでもない、まあ、爆弾落としてきましたけどねあれは。そうね可愛いしね。あ料理番組でお米を食べれなかった新選組いたんですよ。はい、それに対して僕カツ丼出したんですよ。食べれませんって言って嘘だろ。嘘だろ。あれに教えてくれよっていう。全員がずっこけた。あれはびっくりしました、ね、面白かったですけど ね我々現場サイドは、はい、だから今度なんか畑とかで米作らせればいいじゃないですかみたいなね、そういう話持ってっても全然トラウマを解消してくる。そういかに美味しいかみたいな話を。次パワハラだって言われます。あなるほど。そうですよ、文句言うの人なんてみんな文句言いたいもんですから、まあそうですね、はい、ちょっとネガティブですね今。いや何やっても文句言うから楽しく行きましょうよってしか僕思ってないんで。あ僕なんか文句言われるのが最近楽しくなって、はい、でも諦めない方がいいですよ。何言っても書かれるっていうのは諦めだと思うんで、そこはあの当然覚悟として持っておくべきだと思うんですけど、でも見てる皆さんって今もしかしたらすごい子供の人も見てる可能性あるわけじゃないですか、うん、だから分からないは分からないとしてきちんと伝えた方が僕はいいと思うんですよ。そうです、はい、なんで多分ね今ね見てる皆さんはあのリテラシー高いんですけど、あなた以外の人はリテラシー低いので、うん、はい、そういう人たちは、人にも通じるようにこういう感じに書けばいいよみたいな模範コメント、あ模範コメントはいいねっていうのを、うん、あこういうふうに書けばいいんだぜみたいなやつをぜひ書いていただければなと思う次第でございますので、一緒に多分育っていかないと、そして盛り上げていかないと僕は成功しない可能性があるんじゃないかなと思っております。視聴者も一緒に。そうなんです。メーカーさんがどこって私はさっき言ってたけど、はい、視聴者の方も、視聴者も一緒に、一緒にです。あのあれだね、はい、新宿でとか電車乗ってて押されるじゃないですか、はい、そしたら押された人前の人ガーンって押すじゃないですか、はい、それの状態ですよね。そうだったら、うん、なんかそこは押さなくてもなんか快適に、そうあごめんね狭かったのかなみたいな、そう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 、やってあげれば次の連鎖はないんですけど、押されたから押していいみたいな理論に近い話とか、まあ、そう押してる人見て俺も押していいんだって思うとか、なんかそういう話でしょうね。あなんだ止まってる、ネットが止まったかもしれん。確かにそうですね、今完全に止まってますね。あ全体が止まったの、はい、俺の方も止まってますから。あらどこまで行ったんだろう、米食ってる話終わっちゃったのかな。俺の最後の熱いメッセージは米上がりでしたね。米上がり、あーもうこの話できない俺。もうね、あんなに恥ずかしいこともう2回は言えない。うわまあそこは視聴者との、はい、今の現場とのそれっていうこと。そうですね、あの皆さんだけでもヒゲさん面白かったなーっていうところから、ね、ちなみにあの、はい、過去の私のニコ生の経験上、はい、ネットは止まってるかもしれないけどここで録画されてたものは、うん、後でサーバーに上げられてタイムシフトで見ると全部このオフだよって思ってたこの映像が映されてる。出現はご注意ください。あー確かめました。あ今動いてるよね。ネット復活したんじゃないですか。ずっと動いてたんじゃない。一瞬途切れてすぐまた自動的に繋がったみたいです。あ本当、俺の話じゃいけた。じゃあいけた、米いけた。10秒ぐらい止まってるんでやっぱ切れてますね。切れてる。そこはあのアーカイブで、はい、お願いします。手を叩いてレックした後でアナタチューブに上がるらしいんで。ああ、はい、そういう逃げでもアナタチューブ。なるほど。はい、あのなんでぜひ皆さん。カマさん今のところ上げたらまずいコメントありました。大丈夫。いや全部大丈夫ですよ。はい、大丈夫。いやということでございまして、ぜひあの皆さんね、あの一緒にあの成長していきたいと思ってますし、ね、あのもちろんあの厳しいコメントはあると思うんですよ。そのいわゆるそれは僕らの失敗として、そこは受け止めるとかじゃきちんと受け止めますけども、一緒にやっていければと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いう感じじゃないですか。じゃあ、あとはいやマックス村井さん、なんか動画の未来について輝かしい星をちょっとみんなと一緒に見ようじゃないか。おん？まあ確かにいいんですよね。確かにあの星に向かって走っていこうみたいな、なんかそういう視聴者ですから大丈夫ですか？質問がね、私の番です。YouTube、ニコニコ、Hulu とかなんかいろいろプラットフォーム側がどう変わっていくのか、その
YouTube もニコニコも Hulu も全部そうなんですけど、本当にコンテンツがもっともっと重要になっていくでしょうね。Hulu なんか露骨ですけど、見たいものなかったら別に課金しませんもんね。ニコニコもそうですし、なんか生放送とかね、別にツイキャスとかも含めてそうだと思うんですけど、コンテンツはもっともっと増えるべきだとも思いますけど、逆にこの瞬間も多いといえば多いので、一人の人間が見れる時間をはるかに凌駕しただけコンテンツはあるので、まあ、今後細分化とかもしていくんだろうなとも思いつつも、YouTube とかはもう何でもござれみたいな感じのところがあるから、増えるだけ増えても受け皿としては機能するんだろうな、まあ、YouTube なんかすごい安泰っぽいな、Hulu はもう本当いいコンテンツが確保できるかどうかだけだろうな。見たいと思わせる映像をね、いろんな大きな会社さんが、映画会社さんとかが作るんだろうな。テレビとかも出てくる。テレビ、そうだね、テレビの日テレオンデマンドみたいなものがこっちでも見れるとかね、あると思うけど。で、ニコニコ？ニコニコはどうするんだろうな。ニコニコはどうするんだろうな。ニコニコ心配されてる。行くんだろうか。ニコニコはちょっとなんかカツ入れてやってくださいよ。ニコニコもう、ただニコニコはね、でもこういう一番生放送に適してるのはぶっちぎりでニコニコだと思うんで、今すべてのそのプラット動画プラットフォームの中で生放送に一番合ってるのはニコニコだと思うし、今私がそのマックス村井だって言われてなんかこんな感じになってるのっていうのはもう完全にニコニコのおかげだと思うので。本心で言ってますか？本心です。なんで今確認しそうでした。今散々赤い YouTube が出てきた。ニコニコはその今コメント欄でもなんか流れ始めてますけど、あの例えばアニメでも進撃の巨人とかを見たりとか、はい、何でもいいと思うんですけど、その本当に刹那のその瞬間をこう切り取った時のこの盛り上がりというか、みんなの心の一体感というか、まあ、私とか社内でよく言うのはなんか伝説を作る、思い出を作る、もう明確にマックスぐらいをユーザーに認識してもらう、これはもうニコニコ生放送しかない。ただそこはなんか私の立場からするとどうやってビジネスを作るかとか、そこでお金がね回らないと結局活動としても継続できないので、どうしようかとかって考えた時に、じゃあもっと間広いというか、あの広くリーチできる YouTube とニコニコとこう組み合わせながら、ただ動画として何を配信するかをこう差別化しながら、両プラットフォームで私はこうビジネスを、動画、私が関わる動画っていうビジネスを両プラットフォームのそれぞれいいところをこう使いながら、配信するコンテンツも差別化しながら作っていこうみたいなのが私の関わり方なんですけど。ちょっといやらしい聞き方になっちゃうんですけど、どうぞそうすると、はい、もっとなんかマスメディアに向けた方がいいのかなと、会社的なイメージでいうと、つまりテレビとか新聞とかなんかあると思うんですけど、あ、村井の活動の幅広げる、そうですね、その会社としてっていう言い方になってしまうとっていうのはちょっと、どうなんですか、どう考えて、リーチ数っていうことですか、はい、分母が広い方がリーチを YouTube だと考えるんだったら、そこはあんまり考えてなくて、まだ考えてなくてっていうのは、はい、その費用対効果の問題がでかい。あー、確かにテレビ CM、ソーシャルゲームのテレビ CM がガンガン流れる理由っていうのは、はい、あれで元が取れるからじゃないですか。あー、そうですよね。で、私たちがやってるビジネス、アップバンクストア、リアルの店舗とかって多分テレビ CM で流した時に、はい、多分費用対効果合わないんですよ。あー、確かになんかアプリも最初のローンチ、もしくはある程度会員数が増えてからテレビ CM 打つのが正しいんですよね、確かそのメディア。もしかも本当に露骨な話、はい、1ユーザーあたり月額でいくら課金してもらえるから、あ、今ユーザーが何百万人いるんだったら、これがテレビ CM で単純にこれだけ増えればこれだけ収益が跳ね返ってきてプラスになるからテレビ CM 打とうっていうだけの利益が出るようなビジネスをうちはやってないんですよね。あと純粋な話で、単純にマックス村がテレビに出てったらもっとマックス村人気になるんじゃないのって質問してるんだと思うんですよ、はい。ただ出た時になんかその人気になるかどうかとか、なんか有名になるかどうかって私のビジネス関係ないじゃん。全然関係ないじゃん。その心は。え、村井さんの知名度を上げた方がなんか得なのかなっていうイメージ。純粋に思ってるんですよ。
その結果としては得なんでしょうけどね。じゃあ逆に言うとヒカキンさんだって映画に出るっていう話に、私とか急に俺も今その話思い出したんですけど、地上波よく出るけど、はい、私地上波出るより YouTube とかで動画一本新しく公開した方がより多くの人見られると思ってるんで、うん、確かに、ああ、その、なんかでもなんというか、逆に番組制作の時思い出しました、あんまりなんか有名な人連れてきてもあんま数字に反映しねえなっていうのをニコニコやりながら思ってますね。あと本当にあの地上波で私2本ぐらい数ヶ月というか半年以上1年以上レギュラーとか持っていた時代とかも、その出た最初の頃って数字ボンって跳ね返るんですけど、はい、インターネットに対して検索とかがあってくるんですけど、なんかその当時にそうテレビずっと出たわけじゃないですか。で街中で村井さんですかみたいなとこと、今こうやって活動している時にマックス村井さんですかって来るのってどっちの方が比率的には多いですか。今1000倍です、うん、そんなに違うんですか、はい、じゃ届き方が違うんですね。テレビでやった場合の村井さんっていう知名度は多分むしろ知ってる人は増えたはずなんですよね。多分 1% で100万人、120万人でしたっけ、視聴率換算でいうと。1000倍は多分ね、はい、全然控えめな数字じゃないです、うん、あのテレビ出まくってた時代よりも今の方が1000倍知名度は高いと思います。これですね、アプリマスター村井ですね。一昨日出たやつ。そう、実はね、一昨日ね、お願いランキングでね、お願いランキングクラシックって言って再放送されてたんですよ。あ、そうなんですね。で、うん、私あのこれ言ってもいいのか分かんないから告知していいんですかとかって聞いてたら、お忙しかったんでしょうけど返信返ってこなくて、実際放送されるのかも最後の最後分かんなくて、あの再放送 OK ですよって言ったもののほっといたんですよ。そしたら流れてたっていうのは後で知って、へえ、ちゃんと告知すればよかったとか思って。そうなんですね。あの時は見られてると。おお、ってことは逆に言うとそれだけこうニコニコ YouTube っていうのは見ているユーザーさんとの距離をぐっと縮めてくれるツールではあるってことですか、ね。まあ、テレビと比べてはっていう話ですけど、効果か、認知はされるけど、なんかこう、そうですね、印象に残んないってやつですね、なんか今言った話。あ、かもしれない、ね、うん、私はね、その動画クリエイターの皆様にはそのツイキャスとかもね、全然候補に入れていいと思うんです。各動画プラットフォームごとにユーザーとのコミュニケーションの形って全然違うんで、うん、私あの最近 LINE アットとかでもあのアカウント作りましたけれども、 Twitter と LINE アットも全然違うもんね、うん、違います、ね、YouTube とニコニコが違うように更新頻度も違えば、うん、あ、そうなんですね。それぞれのユーザーのコミュニティがその欲してるというか、そのツールを使ってのそのコミュニケーションの取り方って全部違ってて、だから私同じ生放送でコメントがライブでもニコニコとツイキャスって全然私違うものだと思ってるし。へえ、あ、そうなんですね。あのやることもね、はい、その配信するタイミングとかも全く違うし、僕ツイキャス乗り損ねちゃったんであんまり分かんないですね。ツイキャスが、ツイキャスは適当でいいです。あ、そうなんですか。なんかよくみんな夜中に散歩するしながらやってる人をうちの近くで見るんですよね。見る見る、もう気楽な感じです。結構歩いてる人いる。あ、じゃあそういうのでも許されるカジュアルな感じなんですね、ツイキャスって。カジュアルです、うん、おね、ただ一番拡散して一番広がるのがツイキャスですよ。うん、YouTube ライブよりもニコニコ生放送よりもツイキャスが一番広がります。視聴者数一気にダーンって増えますから、うん、確かに数字すごいですよね。もう事前告知なしでポンって始めて何万人バーンって見るのツイキャスだけですね、うん、うわ怖すげえな。まず、あ、ちょっと時間がないんですけど、もっと輝かしい未来についてあの星を皆さんに、ね、ごめんなさい、本当まとまってなくて、1個目の話はね、プラットフォーム側がどう変わっていくのかっていうところに結論だけ何らかつけるとしたら、はい、もうそのどういうクリエイターが出てくるのかで、トップページの構成とかも全部変わるだろうなと思うし、うん、ただ YouTube はトップページは今クソだと思う。チャレもチャレ。あれ見てる、YouTube の人見てるよ絶対。見てるかな。絶対見てるかな。YouTube のトップページなんであんなトップページなんだろうってずっと思う。なんか私もあのトップページになんか結構な頻度で出させてもらってる側で、うん、恩恵受けてる側ですけど、うん、あのトップページじゃないだろうって。僕さっき流入元見たら大体そんな感じって書いてあったよ。そう、流入元のやつに。うん、はい。で、はい、だからそのどんなクリエイターが出るのかによるんだろうなと思います。はい。はい。2番目、動画クリエイター側のビジネスってどう変わっていくのか、まあ、視聴者がどうこうっていうのもあると思いますけど、やっぱりメーカーさんじゃないですかね。結局メーカーさんがある程度の金を出す人なんじゃないの、資本使ってドンって言ってこのインターネット動画っていうものに対してなんか一定の理解をしたりとか挑戦をしたりとかっていうことがないと、私あの個人 YouTuber とかそのヒカキンさんなりそのはじめ社長なり、ああいうこのヒーロー
動画クリエイター業界における赤髪のトモさんもそうですし、キヨさんとかもそうだけど、ヒーロー村井さんもそうじゃないですか。 ありがとうございます、はい、あの言うほどそんなねトップクリエイターって呼ばれるような人たちの椅子ってないと思ってるんですよ私は。どういう意味で。いや、その例えばもうヒカキンさんみたいな規模感の人って片手生まれないだろうなと思って、向こう3年とかっていう長いスパンで見ても、うん、同じ規模の人はね、うん、1年に1人か2人じゃねえのって思ってて、うん、今年ははじめ社長だろうな、うん、去年はマックス村井だろうな、うん、一昨年ヒカキンさんなんだろうなって思ってる、うん、私は、うん、早くあのその年やってくる人がでしょ、うんうん、でその人が私が多分動画業界に持ち込んだ文脈っていうのはゲーム実況っていうものをオフィシャルなものにしたと思うんですよ、うんうんうん、ヒカキンさんはその個人 YouTuber ができることっていうところでその食品レビューとかいろんなものに対して型を作った人だと思うんですよ、うん、ではじめ社長はなんかその悪ふざけっていう単語はちょっとダメな単語なんですけど、なんていうのかな、そのいやでもあれだけのアイデアを毎日のように更新してくれるバイタリティはすごいですよね。はじめさんは中二病をくすぐりながらみんながやりたいと思ってるようなことに実現するをやっちゃう、そう、うん、あれはすごいなって思っちゃう。結果も含めてこうね面白おかしく見せてくれる、はい、ああいう方をね作ったのがはじめ社長だと思うんですよね、うん、なんか1年に1回ぐらいその動画のトレンドみたいなものがなんかできるとしたら、それぞれのトレンドの中で新しい人がそのはじめ社長を筆頭に何組かが上がり、去年だったら去年その私を筆頭にそのゲーム実況みたいな人たちが何組か上がりみたいなことが毎年続いていくんですけど、あれだよね、パイはでかくなっていくんだよね全体の。あだってでっかい人はなっていくとは思う、ね、でその下の人も広がるんじゃないっていう言い方でしょ。それって分母が広がったからそれだけの山がでかくなったのか、それともどうなんですかね。分母を広げたんでしょ。広げたってことですよね、うん、あ、どうなんでしょうね。ヒカキンさんが登場し分母が広がり、そこから村井さんも出てきて、その新しい形として出ていって、見方が変わったから、楽しみ方が変わったから、確かに刺さり方は違うんじゃないっていうふうに、違うシーンを見ようになってるから、うん、だからみんなの動画を見る時間が伸びたっていう、同じね、お客さん、それでまあテレビを見なくなった。そうそう、テレビを見なくなった。うん、そうですね。そんな中でね、そのビジネスがどう変わっていくのか、結局ビジネスプラットフォームが与えてくれる広告か、直接クライアントからお金もらってクライアントワークするか、はい、2択しか多分一般的な動画クリエイターってないと思うんですけど、はい、残念ながら普通の人とか、ね、組織力も何もなければマックスぐらいの美味しいサイダー作って20万も売れないと思うんですよ、ね、僕らは自分とこで売ってるからね、うん、コンビニとかに出るわけじゃない。 これがそんなにたくさん売れてる理由は、うん、私が人気だからとかそういう話ではなくて、アップバンクっていう組織力だと思うんですよ。あれ、会社のこと褒めてくれてありがとうございます、うん、はい、新しい社長から、はい、まあ自分の功績だと思うんですけど、はい、なんだこの空気感は。普通売れないっすよ。いやー絶対20万もでも恐ろしい数字ですよね。意味わかんないですよ、はい、で倍売ってるからね。あ、まみると、まみると倍じゃないの、1.5倍。恐ろしいっすよ、うん、そのなんか同人とかでね、ちょっと自分のグッズ売ってとか、すごく完売とかはよく聞く話かもしれないですけど、一般商品ですからねこれ、うん、すごいなあ。でそのクリエイターじゃビジネスどう変わっていくのか、なんかお金の流れが結局そのビジネスの流れって言ってもいいと思うんで、そう、完全にそう、なんかもう今とそんな大して変わんねえだろうって思うんですよね。ビジネスはそうですね、なんかあるかな、なんかいくらでもありますよ、うちの会社は。だって今飲食店で人が作ったらそれもまた予約も埋まるようになったし、僕ね、ウムさんの飲食店いっぱい作りたいんですけど、新宿に。あ、ぜひ。ウムさんの飲食店なんですか。お前らぜひって言ってましたけど、はい、なんですかそれは。いや、だから料理系のクリエイターさん、いいレストラン作ったじゃないですか、はい、焼肉屋ヒカキンとかやりたいんですけど。焼肉屋ヒカキン新宿でダメ、食べ放題系ですからね、名前からすると一緒に作れればいい。飲食店か、飲食店か、いくらでもやりたくて、新宿であれば何だってやりたいと思ってて、別にうちじゃなくていいっていうのが僕の考え方で。あ、そう。だから、その例えば、はい、YouTube でお金儲かんなくなってきたのあるんだったら、ファンの人たちみんなを呼ぶ、飲食店っていかがですかみたいな感じで。さっきの木下優香とかを出してね。あ、そう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 、一緒に食べましょう、一緒に食べましょう。えらいコスト高いっすね。小倉優子の焼肉屋と大して変わらんな。あ、だから人気なくなったら別の YouTuber さんちょっとドライな話になってくる。あ、でもすごいですね。だからそういうチャレンジはしたいなと思ってて、その、うん、なんか、うちってそういうやり方でやってきたから、
実店舗作りますよね。実際に店舗もうやるし、商品も作るから、はい、ただほっといたら今度作るのマックスぐらいの焼き鳥屋ですよ。そうです。えマックス村井さんの焼き鳥屋、焼き鳥好きですか。でもその前にホワイト餃子やりたいっていう話をして。ああ、ホワイト餃子いいっす。あれうまい、あれうまい。飲め飲め飲め、気持ちになりました。大好き大好き。あれ単純にね、はい、FC でやりたいとか言えないし、普通に模範生やりたい。新宿でホワイト餃子の模範生がやりたい。関係ねえ、うちより確かに関係ないですけど、あれでも美味しいんで、うん、ぜひ作ってください。俺食いたい、あれ。ただ、はい、なんかその一人の YouTuber がいろんな収益性を作れたっていう方っていうのはうちは作りつつあるから、他の人たちともやりたいなっていうのは、うん、僕社長になったってことはそういう意味だろうなって思って思ってますよっていう、なるほど。でもそれこそ通販も持ってますし、なんかあれじゃないですか、こういうキャラクターグッズ展開。レオンさんとやった時、あ結構できたから、商品をレビューさせていただいた、結構レオンさん1回目で2回目の方が売れるようになって、やっぱノウハウって溜まってくんだなっていうのがあって、やりやすいんですよね。なんかそういうビジネスはありな気がしますけどね。そう、なんか儲け方はここで作るみたいな、なんか儲け方はやりたいなっていう。でも広告、まああとは、ね、一緒に商売するっていう、はい、あとまあリアルなイベントみたいなのとかですかね。ライブ、それをあれですよね、そのクリエイター側からのビジネスか、はい、それをまあアップバンクさんだと逆に言うと法人としてのまた立ち位置っていうのも、まあやり方としては違うんでしょうね。そうそう、組み方もいっぱいあるし、だとしたら例えば次 CD 出したいとか、うん、こういろんなプロダクトを次出していきたいって思うでしょうし、うんうん、こう会社としたらそういう場を与えてあげるみたいな、うん、そういうのがまあビジネスになっていくのかっていうのはありますよね。基本的にはファンの人との関係性の中でしかできないから、だからたくさんファンの人ができれば商売なんていくらでもできるっていう感じはありますけどね、僕には。あんまり高くに行くと怖いなっていうぐらいしか僕は分かんないですけど、みんな言われますよ。あ、まあでもそうっすよね、はいはい、でもまあ成功してるからいいのかな、ね、YouTuber とか、まあ、それこそこうクリエイターの何が一番のポイントですかっていうのさえ間違えなければ、うん、それこそ目利きとかですね、うん、直接動画を作ること、うん、編集することも確かにそうですけど、その人だから面白い動画できるって、うん、そのセンスとか、はい、その商品をレビューするとかっていう目利きとかあるじゃないです か、 だからそういうのを次のなんか場所にしてあげ、うまく使えるようにしてあげるんであれば、うん、すごいこう光るものになるだろうし、うん、さっきのこう芸能人の焼肉屋とかって多分安易にやろうって言ったら別に、ね、じゃあ合ってりゃやるけど、合ってなかったらやんなくていいなんで、うんうん、そう、そういうのはありますね。うん、あれ出村先生、最後、あ、ごめんなさい、そうでした。もう時間がある、とにかく将来はこうなってほしいという展望でございますか。ああ、うん、僕はとにかくユーザーさんと一緒に育っていければなっていうのが願いでもありお願いですね、うん、僕はクリエイターの数はもっと増えていけばいいし、うん、もう どんどん動画が上がっていくってことが、まあ、結果的にいいことなんじゃないかなと、うんうん、そうですね。ずっと考えてるんですけどね、そのお話を聞かせていただきながら、もうなんかマックス村井を代弁して直接言うんだったら、うちが儲かれば動画業界は明るいとしか言わないっていうのがマックス村井の立場だろうなっていうふうに思いますけどって。なんかその分新しいチャレンジするんで、いくらだって成功例をどんどん作っていくぞってことですね。そうそうそう、新しい動画作るんで、うんうん、儲かった分だけ作るんで、うちの場合そうだよね。動画はね、動画でいいんだけれども、うん、動画はやっぱり時間を取りすぎたりとか、うん、デバイスの画面を全面をね取りすぎたりとか、うん、なんかもね、ユーザーに対して強いてる負担みたいなのもでっかいなとかもすごい思って、まあ、見る時によってはですね、うん、Google グラスとかね、なんか結構あれボツってそうですけど、うんうんうん、なんか最近あんまり話聞かないんで、あれどうなんですかね。ああ、どうなんですかね、本当に。さあ、私はよくわかんないですけど、ただまああれが、ね、あれとかで動画の見方が変われってこと、なんかもっと動画がカジュアルに見えるような仕組みとかね、もう極論なんか絶対不可能な話ですけど、うん、あのもうテレパシーとかでさ、うん、動画がボンって頭の中に入って、もう全部1秒とかで1時間ぐらいの動画がオッケーみたいな、くそおもろい、超おもろかったそれは確かに未来語ってますね。いや、なんかそれぐらいにならないと、いや動画ってこの先さハードル高いっしょとか思ってて、で今みたいに個人クリエイターにもっともっとフォーカスが当たるみたいな話であれば、私ぶっちゃけすげえ変な話、動画をこうやってやり続けて今すごい可能性感じるのって、うん、Twitter とか LINE アットの方に可能性感じたりしてるんですよ。おお、私は結局あのコミュニケーションの手段としての動画っていうのはなんかいいね、人もたくさんいるしとかで、うん、はい、コミュニケーションすごいやってるんですけど、
いやなんかもっと直接的にやった方が早いんじゃないとか、なんか一周回って思っちゃったりとかもしてたりするんですよ。動画にも限界あるぜっていう方ですね。動画って大変じゃないまあ動画大変ですよね。私は特にあの動画をたくさん上げてるので、私はユーザーとのコミュニケーションでいうとあのマックス村井チャンネルとか本当そうなんですけど、あの動画クリエイターとしたら恥もない恥もへったくれもない発言になるかもしれないんですが、好きなものだけ見てって思ってるんですよ私は。あ、全部じゃなくていいよと、俺の魂を込めた動画を見てって思ってなくて、そのたくさん準備したから好きなものを見て、ただ全部に魂を込めてるというか、はい、全部一生懸命当然やってるんですけど、なんかもう違うんですよ私は。なんか合う合わないあるっしょ、あなたに合わせますよみたいな好きなのどうぞぐらいに思って今やっちゃってるところもあるんで、なんかどうしたらいいの、もっとなんかないのかな。とにかくね、生放送とかもそうですよ。だってこの時間じゃないとなんかニコニコのこのコメントとかも満足で減るじゃないですか、後でタイムシフトで見たら。そうですね、うん、ねやっぱで見る時間も生じゃないと難しいんだよね。そこら辺なんかもっとなんとかならんのかな、もっとなんか。ただこの動画に比べると密度をどれだけこう高めなきゃいけないのかって話はあると。動画って僕かなり密度濃いと思うんですよね。濃いですね、映像と音声と、うん、だからこそ見てくれた人の満足度が高いから栄えていると。そうじゃなかったら多分ブログのままで良かったと思うんですよね。でもそれで物足りなくなったから動画の時代がやってきて、ってことはでも動画を超えるほどの情報密度を新しいプラットフォームで提供するって相当難易度高いですよね。まあ、直接テレパシーで話すピッてくるっていう相当そうですよ。で、できれば欲しいですよ。僕それの際だ、買えってそれは違います。結局お断りって感じですお断り動画が撮られる。あ、なんか欲しいな。でもまあ考え続けることが大事ですよね。でも無理だよねじゃない、絶対何か当ててくると思うんで。そういう意味で言うとその、はい、本当に最近ウームさんとかもヒカキンさんといろんな方がコラボしたりとか、すごいコラボって多いじゃないですか。そうですね、最近傾向としてコラボすごい多いですよね、ウームさん。いや、まあ、意識してるわけじゃないですけど、まあやっぱこう動画にちょっとアクセントがつくときはありますよね。そういう意味では増えてると思いますね。望んでなんかこういうのやってみると面白いよねってやってるんですよね、多分。なんかそれこそこの間ヒカキンとはじめ社長がやってましたけど、たまたま家に泊まったんでじゃあみたいな、別に何日か前から泊まる約束してるわけじゃなくて、事務所行ったら2人いたんで、なんか今日泊まることになりましたみたいな。なんかいいね、いいな、そういうのいいね。なんかないの、そういうの。ない。高橋くんルームに来ましたって。でも中条で泊まったじゃないですか。あれはね、嫌がらせだった。ひどいっすよ、ドワンゴは。出張行くとき、ビジネスホテルとかで泊まるかみたいな感じで、はい、夜とか、なんか本当にたまに2人部屋とかで、今日ここですって言われて、はい、中条でいいか、僕と一緒ですとか。いや、一人で寝させてくれやん。いやいや、でも大事ですよ、やっぱり。全員が同じ部屋に泊まるっていうね。びっくりしたんですよ。だから面白い。そうです。今日はもう疲れたし、寝ようかみたいな時に三脚をこう組み立て始める。腹を割って話そう。e モバイルとかの速度とか測り始めたりして。窓際の方がいいよねとか、いやもう本当にやめてほしいみたいな。よし、もう終わるぞ。ああ、いやいや、そうですね。マックス村井さん。でも動画楽しんでほしいですね。そう、動画楽しんでほしいですね。楽しんでほしいね。テレパシーから楽しんでほしいで。テレパシーからまとまりなくて恐縮なんですけどね。はい。ということで皆さん、もっと聞きたいことはあって僕は聞くぞって聞いたんですけれども、時間いっぱいです。なぜなら僕は先約があって今10分くらい押しちゃってるから。おお、ああ、20分押しちゃってるから。あ、そうなの。それ先聞いてくださいよ。そういうこと、会食があるんです。あ、そうなの。社長として。あ、さすが社長。さすが社長。はい。まあ、言いたいだけなんですけど、ということで、はい、今日も楽しんでいただけたでしょうか。こんな密度の濃い話ができるのはアップバンク大人の社会科見学だけ言いたかったこういう動画が出てきたってことですよね。そうですね。ニコ生でこんな話しないもんね、誰もね。なかなか。だってウームの熊本に来るんですよっていうことで自慢したかった。
初めてですよ、こうやって初めて生放送出てきた。そうですね。おお、だからどんどん広がってきてるんですよね、道具がね、だから楽しみ方は広がってるっていうことでね、今後も楽しみだということで終わりたいんですが、最後一人一言ずつ言って終わりましょうってことで、はい、1,2,3 さよならって感じでいきますんで、よろしくお願いします。あ、じゃあ一つだけいいですか、告知をして。あ、告知してください、ぶっこんでください、ぶっこんでください。明日なんですけど、ゲーム実況者さんたちが、やる人狼の番組がニコニコの公式でやります。はい、そこの、解説でまたうんこめをわちゃわちゃ書く係で私出ておりますので、ありがとうございます。こちら4月11日20時から、4月11日20時からでございますので、皆さん上の方をねクリックしていただいて、タイムシフト予約していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、なんかないんですか今回出てるの。あ、で、ごめんなさい、で、感想ですよね。いや、僕正直もう皆さんの話を聞きたかったから来たようなものなので。どうでした、聞いてみて。楽しかった。やっぱ俺は全然だ、やっぱり皆さん役職なわけじゃないですか、社長、社長、元社長ね、という形だったので。ん、社長って今なんか反応があったけど大丈夫。はい、なんでそういうのがどういう視点で皆さん考えてらっしゃるのかなっていうのを改めてお聞きすることができたのと、割と最初はすっげえ緊張したんですけど、だんだんちょっとざっくばらんにいろんな質問をさせていただいて、ちょっと聞きたいことも聞けて嬉しかったです。また機会があればぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。田村さんどうでしたか、これ初めての生放送。すいません、なんか緊張しましたよ。そうですか、今も緊張してるんですか。あ、でも今はもう全然普通に話せますけど、いいすね、次も行けますね。いや次まあなんかちょっと吹きましたけど、機会あればあれですし、なんか今準備がいい告知があったんで、僕もなんかあるかなと思って、はい、しましょう、告知しましょう。なんか、まあ、昨日ジオンが、はい、あ、今度ヒカキンスタッフです、はい、重要な役どころをやるってか。来週あとあれですよ、めぐみチャンネルがマツコの知らない世界に出る予定です。ガチで、もう撮影は終わってるので。おあれすげえ、みんなプレゼンス上がってますよね。そうですね。あと僕もね、多分あの4月20日月曜日にまあいろいろまたテレ東系でしょ、多分その言い方だと。いやいや、次のクリエイターの募集とか、さらに、まあいろんなのすげえ、また告知できると思いますので、まあ、引き続き頑張っていきたいなと。熱いですね、はい、わ、今告知の話ですけど、なんかこうなんかないですか、こう感想の感想は。やでも本当村井さんとか、あのやっぱ動画で見てて、でそれこそまあお仕事の時にもお会いしたりしますけど、まあ、ヒゲさんもそうですね、この間実況をやらせていただいて、ありがとうございました。でもやっぱ根本どういうふうに、まあ、お互いそう言っても会社があったりする中で、動画どうやってこう考えて取り組んでるのかなとか、まあ、その中でこう見てる方に向けて、まあ、本当はまあ普段言えないけどっていうことがちょっと言えたので、うん、まあ、なんかこれを機に本当にこう、まあ、クリエイターの皆さんもまあ当然頑張るでしょうけど、見てる側もなんかこう、まあ、多少の理解の中でまあ、いい関係が築けていけるのかなっていう、本当最初だったので、すごいなんか今日はいいなと思って、うん、まあ、こういう機会、こういうメンバーでもまたぜひ機会が出たいなと思います。やりましょう、次回やりましょう。ありがとうございます。じゃあ次なんかニコ町みたいなところで、ニコ町で YouTube の話、去年ニコ町とかでなんかやってたから、浜村さんと一緒にやった、まあ、ゲーム実況とはみたいな感じでやってたよ。あ、ゲームショー、ゲームショー、ゲームショーか、ゲームショーですね。なめんなっつって適当に。マックスマさんどうですか、今日の感想。はい、告知から先いきます。あ、じゃあ告知からいきましょうか。はいはい、あさって日曜日、はい、ガンホーフェスティバルで福岡行きます。まずイオンモール福岡が、10時から17時、はい、でステージずっと出てます、私と小助で。でその後17時半から天神のエルガーラホールっていうところで600人ぐらい入るところなんですけれども、はい、あの夜ファンミーティングがあります。へ、全国ツアーしてるその、福岡場所です。で600人なんですけど、あの500枚ぐらい当日券を準備してまして、すげえ、はい、今回非常に我々としてはあのレアどころばっかりなんですけど、ちなみにニコ生ありません。おお、リアルのみ、会場記者の人しか現地のみ、あら、現地のみ、ニコ生ございません。で朝10時半からエルガーラホールで、チケットの販売、当日券販売してますので、
なんで今回ね、今回に限って枚数多いのにアップバンクストアとかで事前に販売しなかったんだろうかっていまいちピンときて、申し訳ございません、よくわかんないけど、なんかあったのかな。なぜか当日券のみで500枚とか、かなりのやばいチャレンジなんじゃねえの。おお。ぜひとも福岡の皆様来てください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回やってみての感想などなど。今回は私いろいろ話を聞いて、まあ、当たり前かもしれないし、ひどい話かもしれないんですけど、こう個人動画クリエイターがなぜ動画を作り続けるのかみたいな根本の部分とか、まあ、それが好きだとか、あ、いろいろあるかもしれないですけど、なんか、なんだかんだ最後の最後私分かんねえなと思いました。会社としての立場での動画っていう取り組みしか私はもう自分の頭の中でこの2年3年ないので。あ、アップバンクも会社の活動だし、ね、そうですよね。その私自身が個人として何らかの活動をしたことっていうのがもうないんですよね、人生的にも。そうじゃなかったらやらないよね。うん、やんない。そう、私個人 YouTuber だったとしたら動画撮らない。YouTuber じゃないですね。YouTuber じゃない、YouTuber じゃない、本当の YouTuber 的 YouTuber。 そうです、視聴者ですよ、ただの。動画撮らないし、動画で何かを誰かに届けたいとも私は思わない、なんか一人だったら発信したい情、パッションとか熱意とかそういうものって個人的にやりたいことないですもん。あ、そうなんですね。アップバンク入ってくる新入社員の人とかにいろいろ何回も聞かれるんですけどね、はい、毎回聞かれるんですけどね、その将来の夢とか皆さんの野望とかって何なんですかとか多分聞かれるんですけどね、私やりたいことないんですよ、全然。子供の頃からないんですか。ないっす。いや、あったじゃん。子供の頃は宇宙飛行士と科学者になりたかったです。まだなれるじゃないですか、宇宙飛行士、もしかしたら。宇宙飛行士はですね、はい、高校3年生の時に、はい、高校の受験の時に、はい、FF7 を3日間連続でやって視力が落ちてから、はい、もうダメです、宇宙飛行士は。あ、いやいや、あれは裸眼です。あ、なるほど。へー、ダメなんだ。へー、ただ乗って飛ばしてもらうだけだったらいいのかもしれないですけど、宇宙飛行士はですね、裸眼の視力が一定良くないとダメで。なるほど、宇宙旅行ね。宇宙旅行か、うん、かもしれない、うんうん、あと、バック・トゥ・ザ・フューチャー憧れてて科学者になりたくてタイムマシーン作りたかったんですけど。ああ、そうか、なるほど。ただちょっと東大落ちた段階で私はそっちの方向性はやめまして、意外と口が達者だったっていうことでこういう人生になってしまったんです。全然思ってなかったんですよ、こういうの。もう宇宙行くはもしかしたらこのまま突き詰めたらいける可能性あるじゃないですか。まあお金、はい、お金の次第ですからね。ニコ生でとか。ただもう今更に宇宙興味ない、ね、ないんですかもう。月とか行きましょうよ。だからそんな人間でもこうなれるよと。ああ、なるほど。私はなんか本当に動画周りもうちょっと今年盛り上がろうと思うと、やっぱり企業が活躍して、うん、私はなんだかんだですね、個人でやれることの限界もあると本当に思ってるので。あ、そうですね。ウームさんがこうやってなんか800人だとか、さらに追加で募集まであるぞとか、サポートがこうやって完璧だぞとか、ヒゲさんがいろんなシーンでその24時間多くの動画クリエイターリレーでサポートして生放送成立させて、いろんな新しい人たちをね、新規で顔見せさせてとか、うん、はい、そういう企業の活動があって動画業界は盛り上がるっていうのは私は思ってるので、逆になんかこのお二方だけじゃなくて、もっともっといろんな会社が動画のプレイヤーとして出てほしいなって思います。あ、でも出てくるでしょうね、きっと、うん、なんでなんか今業界って言い方になっちゃうかもしれないですけど、全体がね広がってそのままグワーンと上に行けば全然いいことだと思うんですけどね、うん、多分それでプラスになるのはクリエイターさんのはずなんで。ちょうどあのなんか LINE の社長退任された森川さんから、うんうん、今日プレスリリース流れてましたよね。あの元日テレだから、あの方、あの方元日テレだから。あ、そうなの。何でしたっけ、なんだっけ会社の C チャンネル、 C チャンネルだ、うん、女性向けのファッションだったり食だったりいろんなことについて動画で発信みたいなポータルを作るでしたっけ。そうそうそう、広がってってくれるといいよね。ああ、でもそういうのはなんか本当にいろんな会社がもっともっと法人企業でね、もっともっと資本の強い会社とか動画やってほしいなって思います、ね、うん、私は、はい、はい、でやりたいことなくてもこうなれたってことと、みんな頑張れと。まだなんですよ、緊張してるじゃない。まあまあまあ、今もそんなにないと。今も特にやりたいことない。 YouTube とは分かり合えない気がすると。どんどん粗作になって。みんな仲良くも、ただみんなすごいと思ってるってことです。すごいと思ってる、はい、はい、じゃあこれで終わりたいんですよ。僕でもこの話聞いてて、やっぱりどっか一個箱借りて、はい、YouTuber と生主がゴーンってくるイベントをやるべきだと思いますよっていう、うん、ニコニコだと生主会議とかそんなのないんじゃなくて、生主討論会で前やってましたね。ウームの人たちも全員ガーッ来て、うん、なんかこう祭りをやるべきだと思って、うん、ウームさんのなんか設立記念日とかのパーティーとかになんか勝手に乗り込んでったらいい。勝手に。なんで邪魔しに行こうとしてるの。ちゃんと招待状出します。それで
なんか箱作って参加してくる人来てこういうことやりましたっていうなんか一個作った方が僕はもっとドンって広がるような気がするし、うん、社会に対してもこういうことやってるやつらだな、まあ、うるさいけどって思われながらも広げるべきじゃないですかねっていうのが思ったんでそういう話したいっすよねっていう、うんうん、感じからね。まあいいや、はい、終わりましょう。はい、では皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。来週の予定はないんですがまた見てください。ありがとうございました。